ず一番最初にこれ土工からね、土工区一般の中の土工というところから入っていきましょうね。土工というところから入っていきましょう。一番はですね、試験の問題でね、だから、標準管理試験とか静電式サウンディングとか、これ出るね。だから静電式のサウンディングはこういうところね、硬い土の支持力を推定に用いられる。これはスウェーデン式サウンディングは柔らかい土、ね、で標準貫入試験なんですけども、これは硬い土ということでちゃんと区分けをしなきゃいけないね。だからスウェーデン式は柔らかい土を、だから標準貫入試験は硬い土の支持力を判定することができますよということで、1番は×ですよ、ね、で2番目いきましょう。2番目は混湿点子。混湿点子何っていうと何かというと、まあ柔らかさということだな。だから、まあ、本当は変形に対する抵抗性という意味なんだけど、まあ、大雑把に考えると柔らかさと考えるよな。だから混湿点子から求めるこの言葉を覚えて、これは組成指数 IP と、ね、インデックスプラスチックって言うんだけど、組成指数は小さいほど支持力は大きいと。で、どれぐらい小さかったら大体10って覚えておいて、盛り土材料としては IP は10より小さい。そうやったらこれは砂質系の土でしっかりと盛り土ができると。これよりIP がですね小さくなるほどいいんだけど、こう大きくなっちゃうと柔らかくなっちゃって水を含んじゃうと、こういうことだな。ということで、この IP 組成指数 IP は10以下がいいよというふうに覚えてくださいね。それから、次にですね、3番のトラフィカビリティはコンベルトロメーターの貫入抵抗から高温指数で求められるということで、これはもうよく試験出るね。で、今年のデメです。しっかりトラフィカビリティはコーンペルトロメーターによって、じゃあどんな機械かちょっと図を見てみましょうね。図を見てみますと、赤く入れたらね、そこのこれ人力でもってガーッと押し込むね。赤く書いてあるな。で、先っぽのところにコーンがあって、要するに三角形のコーンがあって、これはズブッと入っていくわけで、これは10センチだけ貫入するときに、その抵抗値を上のですねゲージで読み取るわけだな。そしてその値によってそれを高温指数ってわけだ。でその値が硬いやつは、大きいし、柔らかいやつは小さいと、こうなる。そうするとね、湿地ブルドーザーみたいな柔らかい土のところの湿地ブルドーザーって300ぐらい高温指数、ね、で普通ブルドーザーはだいたい500か700、ね、ダンプトラックは1200ぐらい必要だということで、その高温指数によってどの建設機械ができるか、それを選定することができるんだ。いいですね。それから次4番いきましょう。4番はですね、有水のある海苔面方向では植生庫、植物、芝生だな、芝生を張るよりもこれは水のあるところは蛇化方向、要するに鉄の籠に石を詰めて貼り付けると、これだな、蛇化をしますよ、これいいですね。だから植生庫よりか水の出るところでは蛇化方向を用いようと、これだね。それから次5番、ね、建設機械の維持の、ね、要するに維持修理費っていうのは、このまあ定期な整備費とその現場修理費って構成するんだけども、運転経費はまあ含まないと。で、大体この分類そのものはですね、機械経費っていうのはね、機械損量とそれから運転経費と分かれてるんだな。この2つからだからこれとこれ含まれることはありません。だから運転経費で独立した種目なんですね。こっち側はまた修理費っていうのは、これは機械損量の一部だから、だこっちはこれと含まないね。ということで、含まないというのは正しい。だから6番目はですね、盛り土はですね、高膜度を避けて水平に敷き慣らして、ね、土質に応じて締め固め機械を選定する。これは当たり前だな。ということで、高く巻いたらですね、締まらないからね、巻き出しちゃうと大体締め固めだと30センチ以下になるように巻き出すんですよ。ということで、これは正しい。7番目いきましょう、ね。河川堤防。河川堤防って分かるよね。河川の盛り土したらですね、水が流れているわけですから、透水性が高かったらダメなんですね。だから砕流分の少ない歴質発生度は支持力がある。支持力がある発生度はね、この歴質は。だけど全ての区間でそのまんま利用できますよね。できないね。水が通過しちゃう。だから水位が上がったら、歴ばっかりで水がザーッと流れて堤防崩れちゃう。だから一般に粘性度を加えて、全体として透水係数を下げていかないで水が通過しちゃうから。でということで、これはダメですよ。8番、土の変化率試験で変化率を求めるね、割増係数で土のですね、ほぐし率とか締め固め率を求めるときの土の量は200から500立方メートルの盛り土を用いて試験してくださいよ。ということで、この数字ね、200から500、これ正しい。9番、
基礎地盤に凹凸があると不動沈下するので、盛り土の前に平滑、だから溝だとかあぜだとかあるじゃないですか、あれはブルドーザーちゃんと敷き鳴らしておいてそれから盛り土してください、これいいですね。それから次に10番、ローラー の軌跡をですね TS トータルステーションあるいは GNS 要するに GPS だとか、グロナスだとかね、まあ、そういったような人工衛星に自動追跡することによって行う、こういうふうな自動的に管理していくのが品質規定というんじゃなくて広報規定、正しくは広報規定だから品質というのは締め固め度だとかそういうわけだな、変形量とかこっち側は何回走りましたか、何センチの厚さで、巻き出しましたかというようなことをやるので、こういうふうな、要するに GPS か TS を使って管理するであって、要するに情報化施工というんですけども、情報化施工においては広報規定、これは使われる、こっちは使われないね、情報化施工では広報規定が使われる、これだからバスとね、今年出るかもしれませんね、ここもしっかり理解して、だから普通のやつは締め固めのでやるやつはこれは一般の品質規定、それからそうじゃなくて建設機械の走行回数だとか敷き鳴らし厚さといったのは広報規定でやるよ、で盛り土を管理すると、これかな。それから次11番いきますね、擁壁や橋台などの裏ごみの発生度は透水性の高い材料、水と通さないとね、水溜まっちゃうとまずいからね、だから裏ごみ材は水の高いものを使いましょう、いいね。それから12番、さっき出てきたね、裏ごみ材料はこの組成質素 IP は10以下のものを使用と、これですね、正しい。それからジオテキスタイル、要するに、合成樹脂の網だな、これで、30センチごとにこうやってくるんで、土くるんで、滑りを防止するというようなということで、これは現場で簡単にこう縫えるデキスタイルね、だから工期短縮ができるよということで、これ正しい。それから次にですね、この14番ね、地震で液状化する恐れの地盤は3つでは間隙水圧増加を図る、間隙水圧増加したらこれは軟弱地盤で変形する、だから間隙水圧をこれ減少させなきゃいけない、減少させる、そのために水を抜かなきゃいけないね、からグラベルドレインなんていうので最近これが、砂地盤の要するに液状化を防止するのによく使われているということですね、この辺りは最新的な話題なんでこういうところも注意しよう。それから15番の地盤に礫や人工材料、それから円形柱または城壁所に投入してドレインを作るね、作ることで、液状化の原因と高まった間隙水圧を避ける、ここだ、増加ではなくて減少させる、水排水して減少させる、液状化を抑制した、でこれはグラベルドレインというな、最近これ何回も試験出てるんで一つこの辺りを覚えておかなくちゃいけないよと。それから16番ね、今度はここからコンクリート鋼になってくる、ことコンクリート鋼ね、ここからはコンクリート鋼になってくるね、16番がコンクリート鋼で、採砂の流形は角張っているので実積率は 54% ですね、それから採石、これは砂の方、こっちは石の方、採石の方、これは 56% 数値覚えて、これ今年大事なんで、これ多分これ出るので、この数値が両方言いますね、今年この数値が出ますので注意しよう。それから17番、水セメント比は耐久性、それから水密性、強度、この3つの最小値、最大値じゃなくてこう最小値で決めます、水セメント比は耐久性、水密性、強度の最小値から決めるよ。それから続いてですね、今度高強度コンクリートの水セメント比はこれは小さいね、強度が高いということは水セメントが小さい、小さいと自己収縮歪みっていうのはこれ大きくなる、だから水セメント比が小さいと自己収縮が大きくなる、少ないんだけど大きくなる、これ注意してね。それから骨材の硫酸ナトリウムによる安定性試験、硫酸ナトリウムの安定試験というのは要するに冬のですね、骨材の対当該性があるかどうかを判定する試験ですよね、これナトリウム入れることに硫酸ナトリウム入れることで骨材がね、柔らかいやつはすり減って、なくなっちゃうんで、減少して溶けちゃう、ね、その溶ける量によって対等外性があるどうかを判定しますよということで、これは、安定性のあるものは、強いし、そうでないものは対等外性がないと、まあ、こういうふうに判定するわけですね。それから次20番で、ね、配合設計をするときは水セメントとして圧縮強度は直線関係があると、どんな関係あるかというと、強度を縦軸にとって横軸に、セメント水比で取るんだな、そしたらこれ直線なんだよ、これそしたら配合強度といって、要するに設計基準強度が決まるから、このから求めた配合強度とこれ決まるので、ここからじゃあいくらの水セメント比でいいという、水セメント比が
あの配合設計って言うんだから、これが決まる配合設計終わるわけだ。ということで直線関係だ。これ覚えてるね。だから水セメント比と圧縮強度の関係ってのは要するにこう直線関係だ。これ覚えておいてください。ということね。それから21番、電気炉還元スラグでは生石灰成分が多いため、このスラグはですね、あの膨張する。だから水を含むと生石灰だから、これ生石灰を含む、膨張するね。ということでしばらくこれをエイジングして置いとかないと膨張しますよということね、だから石灰分は膨張する、水を含むとね。だから次に、22番、同一の耐水量の鋭意コンクリートでは空気が多くなる。要するに空気が大きくなるとどうなるんだ、強度も低下し乾燥収縮も大きくなる。だからこれバスな、空気が多すぎるとあの強度が下がるし、もちろん強度が下がる、空撃が多いんだから強度が下がる。だから乾燥収縮、乾いたらギャッと収縮する、これも大きくなる。ということで耐陰空気量っていうのは必要最小限に、しなきゃいけないよということですね。それから23番ね、コーロスラグ微粉末は潜在水耕性、水で固まるっていう。だからフライアッシュの、要するにシリカフリウム、まあ、こういったものはあのポドラン反応で、硬化する。ポドラン反応は何かっていうと水酸化カルシウムっていって、要するにセメントの中に硬化するときに水酸化カルシウムで出すんだよ。でその出したやつで固まるのをポドラン反応って。だから水で固まるのをコーロスラグ、フライアッシュとかシリカフリウムっていうのはこれは水酸化カルシウムで固まる。そのことをポゾラン反応と呼んでるわけね、ポゾラン反応と呼んでる。だからフライアッシュはポゾラン反応でね、コーロスラグは水耕性で固まると、まあ、これだけだな。それから次24番、中性化の速さ。要するに中性化すると鉄筋錆びちゃうから、だからできるだけ中性化はあの遅い方がいいんだよ。だけど、じゃあどっちが速いかっていう、屋外にあるのが速いのか屋内にあるのが速いのか、これはね、部屋の中の方が早いんだよ。ね、ということで、水で覆われたりしないので、常にあの炭、これ炭酸ガスでその、中性化するわけだな。だから、この室内の方が、あの水に、雨にかかってる時間がないから、だからどっちかというと、室内の方が早く中性化する。外の方が遅いと。ね、常識とはちょっと逆の関係だ、選手。ね、だから次はコンクリートの打ち込み中にですね、浮き出た水。打つな、水浮き出る、この水どうするの、これのけて打ってください。だからこれをこのまま置いちゃいけないよ、水のけて新しく打ち込んでくださいよというわけで、これバスとね。それから外気温が25度を超えた、まあ、こういう場合は許容打ち重ね時間間隔というのは2時間ね。25度以下の場合はこれは2.5時間、この許容打ち重ね時間、これもちゃんと数値を覚えてください。今年重要なやつですよ、覚えてください。それから沈下ひび割れを防止するためにはですね、柱のクイブで十分にこう沈下を待つ。だって1、2時間待ってあげるとね、クイの頭部で1、2時間ぐらいを待って沈下を待って次に、そしたら沈下ひび割れっていうのをなくすことができるよ。こうやってね。28番、エポキシ樹脂の鉄筋のですね、組み立ての鉄筋の径が 0.9 ミリ以上の時はこのビニール の、 被覆を一般に用いるということで、なぜビニールで被覆しているかというと、これエポキシ樹脂の非常に柔らかいので、普通の、鉄線で縛っちゃうとですね、剥がれちゃう。だからここでビニール被覆のものを使って、しっかり縛ってくださいよと。こういうことな。エポキシ樹脂の場合は普通の、針金使っちゃダメよと。こういうことな。ビニール被覆を使ってください。それから次にですね、29番、鉄筋 の、 継ぎ手位置の相互の空きはですね、底材最大寸法以上とし、一般のその空きのところは底材最大寸法の3分の4。これを覚えて、3分の4。ね、普通のここあるね、こういう風な形だな。普通骨材の直径が D としたら、鉄筋と鉄筋の間隔、間で中心間隔じゃないよ、鉄筋と鉄筋の空きっていうの、空きは3分の 4D ってのは3分の 4D、 鉄筋の 1.3 倍、まあ、これぐらい空いてないと骨材が通らないから、鉄筋の間だけど、継ぎ手の部分だったらここでほら底材する継ぎ手、例えばこうやってさ、こうなってる継ぎ手の部分はね、ね、継ぎ手がこうなってたとしたら、ここの部分だったらこのちょうどこんだけ D だけでいいんだよな。だけど普通は何にも継ぎ手でないところは直径の3分の4倍、継ぎ手のあるところね、こうやって鉄筋やフックがついてる、フックついてるところでは鉄筋の直径以上これでも空けてなきゃいけないよ、まあ、こういうところね、一つ注意をしておきましょう。それから次にね、30秒いきましょうね。2層以上に分けてコンクリートを打ち込むときはね、内部の振動、内部の振動材を10センチ、内部振動器だよ、これね、材じゃなくて振動器。
内部振動器を10センチ程度挿入してコールドジョイント、要するに上層と下層が分かれる、分かれてしまうところを防止しなければいけませんよということですね。ちょっとこれね、図面見て説明していきましょうね。でこれ図面見ておくとですね、これはあの振動のその内部振動器の間隔がね50センチ、これ覚えなきゃね、50センチ。それからその下層に入れるその量だな、内部振動器の差し込む量、これはね10センチ程度、これ入れなきゃいけない。そうすると上下がこの、よく攪拌されるので、そこでその境目がなくなるとね、そのことによって、コールドジョイントを防止する。コールドジョイントというのは上層と下層が分かれて、その継ぎ目ができる状態だからな、悪い継ぎ目ができる状態だから、それをだからコールドジョイントと言ってるので、それをなくすためには10センチ程度挿入しておかなきゃいけませんよと、まあこういうような理屈になるな。ということでですね、30番の問題を終わりまして、次にですね31番いきましたね。繰り返し荷重を受ける鉄筋の筋血にはですね、この転用説を用いて、焼き流し鉄線による継ぎ手を避ける。そうじゃない、転溶接するとどうかというと、繰り返し荷重ですぐ疲労してしまってですね、すぐ破綻しまう。だから必ず繰り返し荷重を受けるところでは焼き流し鉄線 0.8 ミリ以上の焼き流し鉄線でしっかり筋血をしましょうということですね。だから転用接を繰り返し荷重のところで用いて、鉄筋と鉄筋を接合しちゃいけませんよと、まあ、こういうことですね。それから今度30の2番ね、貫中コンクリートの打ち込みの温度、これ覚えてください。貫中コンクリートは5度から20度で打ち込んで、養生温度も5度から20度にしてください。初中コンクリートはね、打ち込み温度は35度以下でなきゃいけませんよと、このありましたね。このあたりも一つ整理をしておく。今年は貫中コンクリートなんですね。しっかり覚えておきましょう。33番はですね、今度はここからですね、ここからは基礎工という、こっちからは基礎工っていうね、こっちが基礎工になります。基礎の、こっちからは基礎工になります。基礎工についていきます。そうしますと、33番ですね、中彫り工法をセメントミルクで根固めするとき、拡大彫りを行って球根を作ると。だから、中彫り工法で鋼管をぐっと中からこう掘削をしてね、で下まで達したら、そのさらに下を掘って、掘ったところにセメントミルクを入れて球根をこしらえて基礎をしっかり作ると、まあそういうことですよということが正しいね。だから34番のところね、寄生杭の立て込みではですね、直角2方向から上下2点、杭の上下2点を見て、そして延直性を確認して打ち込みをすると。これね、打ち込む時にはですね、直角2方向から見て杭が延直であるということを確認しなきゃいけませんよ。これ正しい。それから次35番はですね、中彫りの根固め工法の支持層の確認は、この地盤データではなくして、掘削速度の変化とモーターの駆動電流値のデータによって行う。で、この支持層の土の確認、どこで打ち止めるかという場所打ち込みの確認を、これ設計図書、あらかじめ設計で、この土になったら止めてくれってあるんだよ。だからこれで決めるんじゃなくて、これも参考にはするんだけども、こういうね、こういうそのさっき言ったようなこの電動で電流値のデータとか参考にはするけど、決定的に決めるのはこれ設計図書のデータで決めます。だから設計図書のデータでこの位置でいいかどうかというのを決めてください。いや、これ参考にしてください、こういうことある。したがってここで決めるんじゃなくて、設計図書の土と土が出てきたら止めると。これが止め方、これは場所口ぐる一緒です。いいですか。ということで、どこで止めるかっていうのは、寄生具が1回の打撃で2ミリ以下なとかってあるんだけど、こっち側の場所寄生具であってもですね、こういった埋め込み具だとか場所口ぐるの場合は、こういうね、設計データで与えられたデータの土が出てきたらそこで止めると、こういう考えてください。いいですか。それから35番、アースドリル工法におけるスライムの処理ではですね、まあ、底ざらいバケットと、ポンプ吸い上げとしたということですね。だからあらかじめ1時と2時があって、一番最初に掘削が終わったらですね、この要するにスライムであるね、泥がな、沈降してくるわけ。それをで底ざらいのバケットでもってすくって上げると。それからあとですね、このポンプ吸い上げで、この、その2時の方ではこのポンプでゆっくりと吸い上げるということで、2回やりますね。ということで1時と2時と、こういうことでスライム処理をしますよ。それでコンクリートを打つと、こういうわけだな。それから37問で、寄生杭の
溶接時 の, そのスラグの巻き込み、ね、溶接してるとスラグが出てきますね。要するにいろんなフラックス の, そのクズだな、それがこう溶接なんか入っちゃう。でそれを防止するためにどういう溶接の仕方をするかというと、こう後進法、前進法、溶接棒をこうやってやっていくのと、逆に下へ下げていく溶接する両方は、その時は必ず杭の時は後進法を取ってくださいよと、前にこう溶接するんじゃなくてこうやって引きながらこう回って溶接してよと言ってるので、これは溶接する後進法を取ってくださいですね。それから次に38番、プレボーリング工法において、杭をですね、鎮接し、それから杭周辺液がですね、杭頭部から溢れ出るのを確認するということで、杭を入れたら今度修工具といって固めなきゃいけないわけだな、そのプレボーリングした杭をね。その時に溢れるぐらい入れてくださいよと。そうしないと本当にちゃんとどこまで入っていくか分かんないから、必ずだから溢れ出すのを待って、うん、ちゃんと入ったぞというふうに確認します。溢れるとね、溢れるまでこういうね修工のセメントミルクを入れてくださいよと、まあ、こういうわけです。いいですね。で続いてですね、39番いきましょう。で39番ではですね、このオールケーシング工法のスライム処理、これの底ざらいの掘削と沈積バゲットね、まあ、これによって、行いますよと、こういうわけですね。だからこれは自分でハンマーグラブ使ってるんで、ゆっくりとこうやって、それから2次の場合は沈積バゲットによってやることがあります、こういうわけね。40番、交換杭の腐食しろ、交換杭は鉄なんで錆びるわけです。でその外面にですね、1ミリだけ腐食することを前提にして増やしておく、設計値が1ミリ増やしておく、その分は錆びてもしょうがないと、こういうわけな。内面、交換の内面はもう別にほら空気にあまり触れないの、打ち込んだら、だからこれはもう錆びないので、これは考慮しなかった、これは考慮しなくて正しいね。だから交換杭の溶接するときは電流が出るね、あんまり強すぎたアンダーカットって、あまりにも下まで溶接溶かしすぎちゃう、アンダーカットで溶かしすぎね、これを防止するためには電流は350から400アンペアぐらいにしてください。これよりか大きくするとアンダーカット、下まで溶けちゃうよと、こういうわけで、アンダーカット溶けちゃうよと、ね、ということで450多すぎる、350から400、このところを収めてください。42番で杭の掘削度の高温指数は200以下ね、それから一軸圧縮強さは50、大体これと同じぐらいの強さ、だから4分の1ぐらい、高温指数の4分の1が大体土の一軸圧縮強さと言われてるんだな。でこれ以下だとね、どうなるかというと、こういうのはね、おでえなんだよ。これダンプカー乗らないんだよ、土じゃないんだよ、ヘドロになっちゃうんだよ、これ。でこれ以下だったら、こう産業廃棄物で処理していいよと。それ以外だったら水を脱水して、土として建設発生土として使ってよと。これ以下だったら、まあしょうがないかと、捨てるのに。ね、ということで、これは産業廃棄物になるけども、これ以上だったら、この土は発生土として脱水して使わなきゃいけない。こういうことだな。その境界がこの数値だよということだな。産業廃棄物といいのと悪いの区別はこの数値だ。だから43番、和尚チングで打つ時のトレミー管の先端は何メートル入れるか、これね、2メートル、よく試験点ね、これね、2メートル以上潜らしておかない。そうしないとあんまり浅い1メートルなんかだとバーンと吹き出した時に 上までバーンと吹き出しちゃう、だからスライム巻っ込んじゃう、だから必ず2メートルぐらい入れておかないとこうぐるぐる回っちゃうからね、だから2メートル以上入れる。それから44番、粘土層を支持する直接基礎は、これは直接基礎20以上だけど、砂の場合は30以上いい、だから直接基礎として良いのは、粘土層だったら標準貫入試験が20以上だったら基礎として良いと、砂地盤だったら N が30以上だったら地盤と基礎地盤として良いと、まあ、そういうので、直接基礎の支持層とするのは N が20以上だったら、粘土で20以上だったら OK、 砂だったら30以上だったら OK、まあ、こういうのを超えて45番、で審査工法では地盤の確認は平板採火試験、普通はあれだったね、設計図書で決められた土かどうかということを判定して決めてるんだ、場所中だけど、審査工法って人が入ってるんだよ、人が掘削してるので、これ平板採火試験でもって実際の支持力を測定するんだ、だから審査工法だけは平板採火試験で計値で確認をすることはできません、こういうわけかな。ということで土木一般とざっと雑白に説明いたしましたけども、これのですね、丸バツをしっかりできるように一つ勉強してください、ね、非常に重要なところで、ここで説明、土木一般の説明を終わることにいたしましょう。
ではですね、これから専門土木の入っていきます。でこれはねかなり選択性が高いんですね。34問出て10台だけ、約3分の1以下しかないわけね。取るの20何パーセントしかないわけだから、選択的に学習、全部学習しなくてもいいわけだな。だから自分の一番いいとこなんだけども、実はちょっとここにねマークつけたんだな、こういうマークね、ここのこういうマークついてるところは実地試験と大いに関係するよとね。赤くつけてあるところはコンクリートコーダとかドコーとかとは関係、まあこれとも関係しますから。だから専門土木というのも非常にこれは、実務的に試験に出てくる内容がここで結構出てるので、そういうところを合わせて注意しよう。これがだからちょっとマークつけたんでね、できればこういうところを選択すれば実地試験の勉強にもなると、こういう関わりなんでね、合格する率が高くなると、こういう同じ取るならどっち迷ってるんだったらこういうところを取ってというふうに考えていただければと思います。でこう時間がですね、問題数が非常に多いので、簡潔にトントントンといっちゃいますので、皆さんはしっかりと学習していただければと思います。じゃあ回答していきましょうね。そうしますと、専門土木の一番はですね、構造物関係がありますね。構造物、トルシア型抗力ボルトの検査というのは、これ全ボルトを検査する全数検査だから、トルシア型は抗力ボルトは全数検査、それに対して抗力ボルト、ジスの抗力ボルト、これ 10%、10% ね、それに対してトルシア型は全数検査するよと、まあ、こういうことで正しい。それからですね、鋼材をきれいに仕上げていくために、製品ブラストというと原板ブラストと2つあるんだよね。ブラストって要するに錆を取っていくやつだな。そういった原板ブラストっていうのは、これは一般に加工する前にやるやつだな。でこれよりか製品ブラストの方が品質が高いよというわけだから、原板ブラストよりも製品ブラストの方がこれは品質が性能がいいよと、要するに防止錆びにくいよというわけだな。これに注意しよう。だから3番はですね、PC の型枠、プレスレスコンクリートの型枠はですね、プレス力によって変形や移動を防止するものとする。ダメなんだよ、プレスレスをかけた時に型枠変形する、それをちょっと自由に変形できるようにしないで、固定しちゃったらいけないということで、移動を防止するものではあってはならない、移動できるようにしておかなくちゃね、ということで×。それから同一のスランプのコンクリート、採骨材と、この言葉ね、採骨材率が大きいほど耐陰水量が多くなる、要するに耐陰水量が、採骨材率って採骨材率が大きいということは砂の量が多い、骨材、砂利よりか砂の量が多い、それと水が多くなる、それで水が増えてくる、ひび割れが多くなるということで、採骨材率を最初にするのが大事なことだなということで、これは採骨材率が大きいほどこれは、耐陰水量が多くなるよ、できるだけ少ない方がいいんだなということです。それからアルカリ骨材反応における圧縮強度の低下は、この圧縮強度の低下は弾性係数の低下よりも小さい、要するにアルカリ骨材反応、ひび割れようなコンクリートがひび割れると、要するに弾性係数はうんと低下するけど強度はそれほど低下しないよと、こう考えて、ひび割れがあってもですね、弾性係数は結構小さくなるけど強度はそれほど小さくならない、こう覚えてください。だから6問はですね、アルカリ法を用いた、再アルカリ法を用いた中性化したコンクリートを補修した。だから中性化してしまったら、再アルカリ法によってもう一度アルカリ性を取り戻しましょうと、こういうわけだな、そういう方法があるよ。それから電気防食、これ錆だな、電気防食工法では塩害を受けて錆びた鉄筋だな、鉄筋に電流を流してイオン化して、要するに錆びるのを防止する。だから電気防食っていうのは錆びを防止するね、ということで電流を流して錆をイオン化して錆を防止する、こういうことな。8番はエポキ樹脂の重ねすぎては通常の鉄筋の 25% を長くしてよと、ね、支持力が小さい、滑るから表面がね、だから 25% 長くしてください、ね、鉄筋の普通は直径20倍以上だけど、それの、直径20倍じゃなくてプラス 1.25 倍だけ長く、125% にしてくださいと、こういうわけですね。それから次はですね、圧縮の鉄筋の膨らみ、圧接するならグッと圧接膨らむ、直径のところ 1.4 倍膨らむ、それから膨らみの長さ 1.1 倍、これ正しいんだ。でずれはですね、5分の1、それで 0.2 倍以下だな。それに対してこの両方の鉄筋の上下つなぐんだけど、そのつなぎの方は5ミリ以下、10ミリ以下じゃいけない、5ミリ以下ですね、5ミリ以下にしなきゃいけない、これはGISでは5ミリ以下とこうなってます。それから関連溶け込み溶接、ね、グルーブ溶接の厚さは異なるときは、これは当然理論のどあったの薄い方によると、ね、
厚いのと薄いのだった時の喉厚はどっちでやるのって、薄い方でやるよと、これいいね。だから今度ここからがですね、河川になりますね、河川。で河川の堤防の液状化ね、これは川村の土壌もそうですし、あこれも関係してるね、これもこのどこのところにあれに関係します、要するに実地資源に関係するわ、これもね、これも川の裏側にはドレン排水溝をつけるな、表の方は水が通過しないようにこの遮水タイプの固結構法を用いていくね。川の表側、水のある側はですね、これは水を通さないように、入ってしまった水はドレンに排水して早く水を流す、裏側は水を流す、表側は水を入れない、こういうその2つの方で堤防を守ってるんだよ、ぽよぽよな。それから唐石原候補における護岸ではですね、石の控えは塗り面の直角にですね、石を噛み合わせるということで、両側直角に噛み合わせて、まあ普通石と石こうあると、ここにしっかりとこう噛み合わせをすると、両方にこうかけてね、まあそういうふうにしてください。それから13番は、ね、軟弱地盤上の森とは堤防上の走行性を確保するためにサンドマット工法を用いた。サンドマットって砂で引くんだから、堤防だから砂引いちゃうとさ、洪水になった時にこのサンドマットの水がバーッと流れてきちゃう、でこんなことはしちゃいけませんよね。普通はセメント安定処理とか石灰、セメントとか石灰で安定処理して水を通さないようにするということで、堤防の場合は気をつけよう、これね。14番、河川の低水路のですね、掘削は下流から上流、盛り土するときはですね、掘削は下から上、ね、盛り土するときは上から下へ、上流から下流、ね、それを覚えてください。それから15番、護岸のすりつきは屈倒性、大事なんですよ、剛性じゃない、屈倒性と粗度を有する弱化合法なんかを用いるのがいいですよ。護岸のすりつきをするときは屈倒性にあって粗度があるような弱化合法を用いてください。それから次はですね、16番、軟構造のですね、碑文本体の不当沈下を対策としてあらかじめ上げ越しをしてはならない。だって沈下するのは決まってるんだよ、その量だけあらかじめ上げ越しをして上げ越しをしておかなければならない、これは誤りね。17番、砂防堰堤はですね、軽岩、要するに、軽岩侵食防止、それから土砂の調節、それから土の補足、よくね、この立ち木の補足、これ流れて木もこう止めなきゃいけない、土砂も止める、ね、ということになります。したがってこれは正しい。それから堰堤下部のですね、潜伏を防止するために、流路溝の上下流で落差溝を設ける。ね、要するに落差溝を設けて、そこで水をですね、エネルギーを吸収するということで、落差溝を設けなきゃいけませんよということで、これは設けないというのは誤りだな。それから同じ場所の過小勾配が長い場合、長くずっと距離があるときは過小の変動するため帯溝を設ける。帯溝というのは高さがない落差溝だな、それを高さのないその床固め溝だ、これを設けて、浸食を縦浸食を防止する、こういう役目はね。それから堰堤の下流部の潜伏を防止するためには堰堤基礎を深い位置に向けるね。だから潜伏を防止するには基礎を深くしたらいいところは常識的だな。それから強い雨が降った後は斜面掘削の前に点検をまあするんだけども、しばらく掘削を見合わせる。だから雨降った後、急に後でガッと崩れてくるからので見合わせをする、正しいね。それから地滑り防止杭の間隔は、これは広壁間隔2メートル以上じゃなくて、これは1メートル以上、ね、あんまり開けすぎてもだって地滑りで止めることできないので、これ1メートル以上のまあ間隔は必要ですよ、こういうわけだな。ここからちょっと実地試験と関係のあるところだな。だから安定処理の敷き慣らしは一般にモーターグレーダーで敷き慣らしてくださいね。だから安定処理は粘土の時には石灰ね、それから砂の時はセメントを使ってよ、これしっかり覚えてくださいね。粘土の時は石灰で安定処理、砂系の時はセメントで安定処理するよと、材料だな。それから上層路盤のですね、安定処理における最大骨材寸法は40ミリ以下ね。だけど下層路盤は50ミリ以下にしなきゃいけない、あまり大きいとですね、施工性がうまくいかないということで、そういう注意をしようと。それから次にですね、26番、下層路盤の石灰安定処理やるときに含水比だけどね、石灰安定処理するときはこれはですね、やや湿潤が、普通は最適含水比でいいんだけども、石灰で安定処理するときはやや湿潤側によって施工してくださいよと、ね、いうことで。27番はですね、舗装完成後交通開放する車通しましょう、そのときは舗装の表面が50度以下、60度じゃなくて50度以下になったら交通に開放しましょうということでね、50度以下は覚えなきゃいけませんね。
それからですね、半ターミ製舗装のセメントミルクは混合物の表面温度が50度程度になってからと。この半ターミ製舗装って何かというと、舗装に空撃を作っておいて 20% ぐらい、そこでセメントミルクを流し込むんで、そしたら安定するんだね。そしたらバス停だとか横断歩道だとかすり減りの多いところに、ね、これを使って半ターミ製舗装、ね、バス停のターミナルなんかガソリンスタンドとかそういうところによく使ってるんですね。それから次にですね、歴成台で、散布するときは寒冷期、寒いときに、ね、アスファルトを散布するとき、アスファルト乳剤を散布するときに寒いときは加温して温度を温めてからこうやれば養生期間が短くなるよと、ね、ということです。それから次はですね、ポーラスアスファルト混合物、これは空撃の 20% 以上の空撃のあるような多い混合物を空撃潰れを防止するために仕上げ点滅の表面温度が100度程度になってから仕上げると。それではね、これ70度程度、ね、あんまり高すぎ、100度では高すぎるのでへこんじゃう、空撃がなくなっちゃう。だから70度にならないと空撃を保てないので、70度ぐらい冷めてからある程度してください。あんまり柔らかいとむにゃむにゃと締め固まってすぎちゃうね。ということで31番、オーバーレイ工法の厚さは3センチから、3センチ以上15センチ以下、これをオーバーレイするのはこの厚さですよ。それから流動によるわだちぼれによる場合は切削オーバーレイ工法と、流動によってわだちぼれが起きたときは切削オーバーレイ、切り取ってオーバーレイしましょう。こういうわけな。それから30の3番、白装コンクリート3センチ以下の舗装はコンクリートの板のですね、表面のスケーリング剥がれ、ね、それから摩耗すり減った、まあ、そういった時に、まあ、補修してあげるということで、これは表面処理工法って表面だけをこう直していこうというわけですね。やっぱ補修工法の3センチ以下、普通これは3センチ以下しかやりませんね。3センチ以下だとオーバーレイになっちゃうからね、ということになります。34番、季節コンクリート板との横継ぎ目、ね、季節コンクリート板の穴を開けて、このダウエルバー、ダウエルバーっていうのは要するに進行方向に入れる鉄筋のことを、継ぎ目に入れる鉄筋をダウエルバーと、進行方向と直角に入れるのをタイバーと、ね、それこれと直角のタイバー、ね、タイバーに対して進行方向に入れる鉄筋をダウエルバーというやつ、こういうやつな。それからここまでですね、道路関係の問題ね。でここからダウン関係になってくるね。このダウンの仕上げの掘削はですね、掘削径から、まあ、50センチ程度残した部分ね、で火薬を使用せずに掘削し連続して仕上げてる。仕上げというのは仕上げたらすぐコンクリートを打たないと風化しちゃうから、だから連続して仕上げちゃいけない。一貫に粗掘削をして、粗い掘削を終わったら仕上げ掘削をして時間を置いとくんだよ。でしばらく置いてからコンクリート打つ前になったら剥がしてコンクリートをすぐ打つということで、連続しちゃいけない、ここはね。だから粗掘削が終わったらしばらく置いてコンクリート打つ前になったら仕上げを掘削をするということですね。だからダメ。だからダムコンクリートを用いて中央熱ポルトランド、これ熱出ないんだよな。セメントは普通ポルトランドセメントよりも初期強度は小さいが、水和熱は小さい、強度は小さいけどもね、初期強度は小さいけども結局熱が出ないよと。だから大量のダムのようなマスコンクリートに適するよ、中央熱ポルトランドセメント、熱が少ないやつな。それから今度は RCD 工法はですね、超固めのコンクリートで一般にダンプカーで運んでいくな。振動ローラーで締め固めるその時のリフトはですね 0.75 から1メートル程度、まあ、そういう1リフトを、まあ、そういうにすると。で打ち継ぎには当然レーダーズ出てくるから、これは取り除かんだよ。レーダーズは必ず取り除く、当たり前だねこれね。そういったようなセメントの枠を取り除かないとくっつかないからね、レーダーズは取り除く。これ一般に土木、コンクリート工と一緒だから考え方はね。それからカーテングラウチングの等のグラウチングの、ね、改良効率はこのルジオン値でも判定するんだけども、その時の目標値ってのはこういうね、ちょっと言葉なんだな。超過確率って、ね、要するに、まあ、超過確率って何かというと信頼性だ、簡単に言えば。信頼性が80から90% 以上となるようにですね、そういったような改良効果を期待してますよ。地盤の改良効果の期待は、まあ、期待値は85から 90% 以上にするように成功してください。こういうな言葉だな。この言葉は信頼性のようにと理解してくださいって、こういうね。それから今度トンネルだ、ここからな、トンネルのところ。郊外からトンネルの表面の沈下量の計測は影響が生じる前から開始する。だから
影響は沈下が始まったそれから測定するんです。沈下が始まる前からちゃんと沈下を管理しなきゃいけませんよとこれは当たり前のことだな。それからドカブリの小さいトンネル、ね、これはドカブリの大きいトンネルよりも天場の沈下が生じやすくて、ね、ドカブリが大きいと内腔変形が大きい。だからドカブリが小さいと表面がバーッと沈下しやすいじゃん、ね、だけどドカブリが大きいやつは内腔変化がしやすいよ。これ正しい、こういうな。それから次行きまして41番行きましょう。今度、トンネルの復興に作用する荷重はこの天場部や平面の曲線半径の大きな部分やの側圧に作用しやすい、ね、荷重は作用しやすい。こういう大きな部分は作用しない、ね、これ小さい部分に作用する、小さい部分に大きな、ね、これ注意しよう。42番、復興コンクリートの天板の打ち込みで空気だまりによる空撃は残らないように吹き口は複数個、コンクリート打つときはね1個から入れるんじゃなくて複数個入れて、やると均等に打ち込めるから、これはうちが複数個、設けるということだな、注意しなきゃいけない。それからここから海岸になっていきます。海岸と港湾ですね。で海岸、関係者系、勾配が1対3に緩いやつな。基礎工における布団家具の埋め戻しは水締めですのを十分に締め固める。だからあまり大きい基礎はいらないんでね、しっかりと水締めをするのは OK ですよ。関係者系はね。だから剪定や人工リーフは天場が水面下にあるため景観を損ない。人工リーフはこうだな、こう浜辺がこうあって、この海面下の下にあるので、外からは見えない、ねまあ、これでしかも地盤をここを安定させるとこういうわけですから、これは、人工リーフは景観を損なわない、これは正しい。だから破砕帯、波の打つところ破砕帯付近の離岸堤を作るときはこれはステーシコによってくださいと、マットに引いたってダメよとね、ということでステーシコによってこういう破砕帯のところはステーシコによってやってくる、マットを引いたってすぐマットを流されちゃうよとこういうわけだな。それから離岸堤のですねステーシの根固め工は表面に3個並べ、ね、内部に向かって下に小さい位置を捨てる、それ表面だけ大きくして中はちょっと小さい位置を捨て込んでください、ね、高いですから大きい石はね。それから47番、高野板式の罫線岩の控え口の石膏はですね高野板を海側に取り付ける、高野板を海側に取り付けるときは外側にですね腹起こしつけるね、高野板の腹起こし、だからそれをもたれられるから、だからその時の高野板の縫い付けのボルト数は少なくできる。だから外側に腹起こしがある場合についてはこの留め付けるボルト数を少なくしてもいいと、これが表に出るときは数がたくさんいるけどねというようなところがあります。それからケーソンのクレーンによる吊り下ろし方式、要するに、ケーソンのですねヤードにおいてコンクリートのケーソンを作るんだ、それを海へひょいと落とすときにどうするかというと、これはケーソン の要するに地中重量、それからコンクリートの膨らみ割り増し重量だな、それから底面の付着合計、この力に大量にグッとつり上げる。で試験ではね、よくポイントでこう水中重量とか、そうじゃなくて空中の重量をつり上げるんだからね。だからワイヤーの力、鉄筋の力、必要な力というのはだからこういうケーソンの空中重量に大量にしてあげる。水中重量だよ、ここ空中重量、これが大事なところね。この違いはだから水中ではありませんよと、こういうことだな。49番ですね、海底の浚渫の調査、これ比重試験と誘導試験と標準管理試験、これはやりませんということで、これ3つやりますよと。では手が間違えたね。浚渫の調査ではですね、もしこう機雷等のですね危険物が発見されたら、まずは発見したら直ちに校長に報告して、誰が撤去する、まあ自衛隊が撤去したりとか、まあいろいろ処理ある。だからまずこういうものを見つけたら直ちに報告はするけど、撤去しちゃいけない、勝手に撤去しちゃいけない、危険だからね、ということを注意しよう。51番、鉄筋の露照面の背面勾配 3%、 横断勾配 3%、 覚えててよく出てる、これはね 3%。 だから鉄道盛り土のですね使用するその土の要するに建設発生土、これ1種と2種だけの発生土、それ以外は改良しないか使っちゃいけない。だけど道路の場合は1種2種3種使っていいんだ、だから鉄道の場合は1種と2種、道路の場合は1種2種3種使っていいんだな。で鉄道の場合1種2種以外3種4種使うときは必ず改良、セメントとか石灰で改良、良質を入れる、こういうようなことで改良しないと使っちゃいけないね、覚えました。それから関東が大きすぎると、これは関東が大きすぎると内側に引っ張られる、関東が小さいと外側に飛び出されるということで、関東が課題だとこれは内側に引っ張られる、関東が小さすぎると外側に引っ張られるということだな。
だから列車の防護するときは、ね、まず最初に列車を止めて、それから連絡する。いいね。だから連絡してから止めるんじゃない。列車をまず止める。危険があったらね。それから連絡する。だから枕木の交換は、これは工場法によってくださいよと。寄せ、落とし合いダメよと。こういうね。乗務員に不安を与える行為で、これは列車が通過するまでやめよう。作業やめよう。ね。列車不安を与えるような工事は、注意して施工させたらダメなんです。これは結局、それは作業中止する。ね、57番、泥酔式シールドの泥酔の下限値、これは手動度圧、水圧、変動度圧とする。じゃあ上限はどうするかと、これは静止度圧プラス水圧プラス変動度圧、ここ違うの、静止度圧と手動度圧が違う、こういうところを整理しておこう。だから58番はですね、度圧式シールドはカッターチャンバーに、掘削度を充満させないようにして圧力を調整。だって充満させないと圧力調整できない、ね、だから充満させて調節をする、ね、塗装です。公共の塗膜 のクラッキング、ひび割れだ。クラッキングは内部に伸びる傷で目次判断ができません。ひび割れは外から見えるからね、見えます。ただし、それから水性塗料はこれ水でもって、薄めるわけだな。で揮発性の要するに雪化合物 VOC だに使用しないので乾燥が入る。これシンナーなんか入れないからさ、乾燥が遅いんだよね。だから水性塗料は乾燥が遅いの。なぜかというと、シンナーのような VOC が入ってないので、ね、乾燥が遅くなるよと。これな。それから、今度は水道関係。ここで 上下水道関係になってる。これはですね、上水の清水弁や消火栓の設備の相互間隔。大体これ1メートル以上取らないとね、施工上、相互に干渉しないで1メートル以上取る。まあ、基準によっては75センチという市町村長もありますけど、普通はまあ1メートル以上取ると。こういうことですね。62番。上水 の普段水連絡口、要するに水を流しながらやる T 字割り管を取り付けるときは原則で水平、延直とか下にしないでね、必ず水平方向で取り出すとする。水平方向に取り出す。延直上下しないと。こういうのな。63番、下水の制管法、下水を直せばな、補修する。そう、制管法においては塩化ビニール管に管を合わせて制管するもので、この少量水を、許しながら、排水しながらでもこれは施工できる。右から要するに囲って水を少し流しながらでもできますよ。だから、こうして塩化ビニール管の管合性管っていうのはそういうふうにして補修できます。水を流しても補修できます。だから下水管の落差、要するに斜面、傾斜地なんかで下水管を埋める場合、どうしても段差ができるんだな。その時の落差がですね、60センチ以上になったらですね、腹管を設ける。腹管ってなんて濃いんだな。普通は60センチ以上になると水がバタバタこぼれてあれなんですよ。だから普通の時は水をここからこっち側へこう流す、水を。でも大洪水というか大雨降った時はここからガーッとこう流す。だから普通の時はこういう流れ方をさせて、大雨が来た時だけこっち側を通すと。まあ、これが副管、こっち側が副管だな。通常流れてる側は副管、雨の時流れる側はこれ本管だ。こうやけどな。で、これが60センチ以上だったらそうしようと。こうやけどな。それから50、高湿塩化ビニール管の耐火方式では管の許容水力を確認する。でこれは低耐火力方式だ。側面だけの圧力を受けるの、延直方向過重受けない。だから許容水力もいらない。だからこれは交換鉄筋コンクリート管とか交換とかでないんだから、こういう許容水力いらない。こっちはだから側面の側圧だけに耐えた。だから高湿塩化ビニール管なんかのような低耐火力管は側圧を守ればいいんだって、こっち側はないわけね、作用しないね。それから66番、ボーリング方式における一重ケーシングと二重ケーシングがあるよ。これね、一発でこうグッとやるのと中に入れている二重ケーシング2つやる。これ正しい。それから注入剤、薬液注入だな。硬化剤は数量で示し、水ガラスは範囲する。これ逆だな。水ガラスはちゃんとした数量で示して、硬化剤はそれの現場に応じてある範囲を持って表現するということで、注入剤の量の表現は水ガラスは数量できちっと示し、硬化剤はその状況に応じて範囲で示すと。こういうわけだな。だから68番、構造物に近接する薬液注入をどうするかというと、できるだけ速度をゆっくりして注入の間隔はその代わり狭くすると。まあ、そのことによってゆっくりこう注入で構造物が浮き上がらないようにね、薬液注入するときは速度をゆっくりして注入間隔は狭くしてしっかりと、対応すると、まあ、こういうふうな形になってくる。ちょっとね、説明は早かったかもしれないけども、まあ、基本的にはですね、こういうことでここの丸のついたところを、ね、しっかりと、まあ、取った人はやれるということで、この
専門動物のところは学科試験を受ける人にとってはですね非常に大事なんです。ここで大体ね通るか通らないか決まっちゃうので、ここの得点を最低6割取れる、6点、10点のうち6点取れるようにですね、場所を選択して徹底して学習してください。でどうしても自分で間に合わないような人はですね、うちでも場合によったら講習会って本屋の講習ってやってますので、そこで、少しそこのところを補足していただいて、どうしても時間の足りない人はそううちの講習受けて短縮をしていただければと思います。ね、ということで学科試験の合格をここのところである程度確保しようと。こういうことになる。では専門動向のところを説明を終わることにいたしましょう。それではですね、続いて法規、これいきましょう。で法規はね、12問出て8題ですから、大体3分の2取ればいいということですね。ですから、そのうちの数を6割取ればいいんです。8問の6割ですからね。それを考えますと、全部やるということでなくてもいいと、こういうわけですね。選択的な科目なので、ある程度自分の合うような、特に安全衛生法だとか、そういったところを中心に関わってくるところを中心に選択すると、それから騒音規制法とか振動規制法とかね、そのあたりをかなり取っておくということも大事かもしれません。ではですね、まず一番最初にですね、労働基準法、ね、ということで、労働基準法が あります。で労働基準法のところではですね、労働契約っていうのなんだね。労働契約、労働契約っていうのは何かというと3つから構成されてましてね、一つは労働基準法、これ絶対に守らなきゃいけない最低基準だ、基準法。それからあとですね、労働協約といって、労働者の過半数を代表する、まあ組合みたいなもんだな、労働者の過半数を代表するものと、要するに使用者とが協議して決めるのを労働協約っていうんだ。でそれで決めるものと、それは労働基準法以上でなきゃいけないんだな。それからあと就業規則って、これ使用者が自分で全部決めていいわけ。だし決めるんだけど、必ずこれはこれらの基準を超えてなきゃいけないということで、この3つを満たすのが労働契約ですよ。ということで、ちょっと図面見てください。そうすると図面はですね、この上に労働基準法とこの労働協約とね、これを満たしてさらにもっといい条件、これが就業規則というわけです。ね、ということで、就業規則というのは労働条件を満たし、労働協約を満たして、なおそれを超える契約になってなきゃいけないということで、この3つを満たすこと、つまり具体的には就業規則を満たすように労働契約を締結しなきゃいけないと、まあ、こういうルールになっているよということが1番の問題だな。で2番いきましょう。2番は未成年の労働者は親権者または後見人が代わって労働契約をする。未成年であってもこれはですね、本人がやらなきゃいけない。これは本人以外は不可ということですね。これ注意しよう。3番目、平均賃金というのは、3ヶ月間支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額であるが、臨時に支払われた金額を含めない。これ一応ポイントだな。臨時に支払われた金額は含めませんよということで、正規に支払われた金額の総額を、その日数、総日数で割った値であると、ね。それから4番ですね。労働者が業務上負傷した、仕事をしていて負傷した、で使用者は月1回以上この療養保障および休業保障をもらえますよということで、月1回以上、ね、もらうことができると、これな。それから5番目、満18歳以上の者および産後1年以内の女性は30キログラム以上の重量を取り扱 う業務は禁止されていますよ、ね、ということで、ということで産後1年以内の女性と、それから満18歳目の者については、30キログラム以上の重量取り扱う業務に、ついてはならない、まあ、こういうことですね。それから次はここはポイントだな。満16歳以上の男性は交代制により深夜業を行う場合でも就業させてはならない。この深夜業というのは夜の10時から明け方の5時までのことね、これは男性で交代制だったら男性に限り深夜業が夜の業務を16歳以上の男であったら認められます。普通の年少者はですね、18歳未満の者は深夜業できないんだ。だけど男性で交代制であった時は就業させてもいいよということだな、これ就業させてよいと
この時だけ例外的に良いというのがあるので、一つ整理をしておきましょう。これはですね、今年の労働基準法関係の問題ですね、こことかね。それから今度は労働安全衛生法に入っていきましょう。労働安全衛生法では、元方事業者は関係を行う、下請けに行うことだな、行う作業における労働者の危険防止処置を直接行う必要がある。これは直接行えないんだよ。これは関係請負人の労働者は関係請負人が、これはあの雇い主、使用者なんで、ね、元請け人が使用者じゃないから、これ勝手に、処置をしちゃいけない。処置をするのは当然この下請け人の人が、処置をしなきゃいけない。ということで、指導をすることは良いが、関係請負人が処置をすると。いいですね。だから元方事業者というのは指導はできるけども、処置をするのは関係請負人。であるということを注意しておく。区別をしっかりつけておく。それから8番、高さ5メートル以上、工具の上ね、製の橋梁の上部構造の仮設は作業主任者を選任した。いいね、作業主任者をするかしないか。足場5メートル以上だったら、足場は作業主任者を選任する。掘削高さ2メートル以上だったら、作業主任者を選任する。そして、いつ選任するのかということをしっかり理解をしておかなくちゃいけない。ね、それからあと届け出の問題、組み立てが解体まで60日未満、まあ、こういう時はですね、高さ10メートル以上の足場の設置届けは、これは普通労働基準監督署長にですね、30日前で届け出るんだよ。だけどこれはいらない。60日未満だったら10メートル以上の足場であっても届け出はいらないということにルールがなっているよということを注意しておくね。それから次はですね、10番、コンクリート造の構造物の解体の作業計画は作業主任者に立案させた。作業計画というのは、これは誰が立案するかというと、事業者なんです。事業者。で、事業者の作業計画を立てたものに基づいて、作業主任者が労働者に直接、労働者を直接指揮すると。こういうわけでね、作業主任では考案し、立案しない。立案しない。点検したりしない。図面書いたり、計画書いたりしない。で、直接指揮はするけども、そういう点検とか、図面書いたりとか、計画とか、それしないよ。いやな、では何やるのか。これは作業主任者がやることは、作業を直接指揮すること、不良品を取り除くこと、それから保護棒とか安全帯をつけてるかということを監視すること、この3点だよな。ということで、点検とか計画は出しません。11章ね、組み立て図を変えたりしません。11番、最大時間が1000メートル未満の吊り橋、普通の橋は500メートル未満で、この時はですね、これは労働基準監督署長に届けてる。それを1000メートル以上になったら、これは厚生労働大臣に届け出をする。だから届け出なかった。1000メートル未満だから届け出なかった。これ正しいんだな。1000メートル以上だったら届け出るんだな、ということです。それから続いてて、今度はですね、元方事業者は関係請負人と合わせて50人以上の労働者が混在しているときは、毎週1回巡視したと。毎週じゃダメなんだよ。これは毎日1回以上巡視しなきゃいけない。ということでですね、これは毎日巡視しますよということになります。でこれを見てみますと、この特定元方事業者のやるところではですね、どんなふうな安全管理体制になっているかというと、50人以上の場合はですね、特定元方事業者はこの統括安全衛生責任者、赤く書いてるな、統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者、この2人をね選任するんだよね。じゃあ下請けは何にするかというと、関係請負人はですね、これは安全衛生責任者っていうのをそれぞれ選任するんだよね。そして協議組織っていうのがあって、そこへですね、安全衛生協議会ってあって、そこで、両者がみんなが集まって混在する事業による労働災害を防止する。で今度13番いきましょう。で注文者は工事内容、それから工期について、示しはするけど、浮世絵代金の額を入れずに入札を行った。ここから建設業法だね。ここから建設業法。だから注文者は、ね、工事内容の工期を示したが、浮世絵代金の額を示さず入札を行った。これはもう当然でしょう。浮世絵額が分かったらすぐ分かっちゃうからね。だからそれは当然、これを、こういうことは、いきさつは分からない。工期はもちろん決めるけどね、工事内容と工期は決めるけども、代金は決める。これは入札者が自分で決めるわけだからね。その安いやつが選ばれるわけだからね。それから14番。公共団体が発注する2500万円以上の土木工事を受注したときは、現場には1000人の主任技術者な、2500万円以上だったらよ、元請け下請けにかからないよ、1000人の管理技術者、いずれかは置かない、1000人でなきゃいけないということな、2500万円以上だったらね。それから15番、
下請け人に追加工事を発注するときは追加工事を実施する前に契約する。だから工事やる前に契約してよと、追加工事やるときはいいということは当たり前だね。追加工事を実施する前に契約を下げ、契約してから工事やってよと、こういうことだな。だから16番、元請け人が発注者から支払いを受けたわけ。要するに元請けがね、発注者からお金を受け取ったと。その下請けの出来方部分に対していつ払うのと、一月以内のできるだけ早い時期に払ってあげてよと。元請けはお金を受けたんだったら、もらったんだったら、下請けにも出来高分を払ってあげた。それは一月だよというね、まあ、こういうところの日にちを注意しておこう。それから次はですね、今度はここまでが、要するに建設業務だな。ここまでは建設業務。ここからですね、道路関係ですね。道路敷地内に現場事務所を設ける。まあ、こういう場合ね、交通に支障がなければ、専用の許可をですね、道路管理者から受ける必要ない。そんなことない。もう設ける場合はその交通がどうであるか関係なくて、設けるとなったら道路管理者の専用許可を受けなきゃいけない。受ける必要がある。まあ、当たり前だな。それから次にですね、18番。一般車両の幅は 2.5 メートル以下。フルトレーラーの幅は 2.7 メートル以下です。これ全部、これは 2.5 メートルでもいいんだな。ちょっと図の方を見てみようか。そうすると、これ見てわかるように、高さはですね、3.8 メートル以下ね。それから幅は 2.5 メートル。何であろうとよ、フルトレーラーであると何であろうと 2.5 メートル。それから長さは12メートル以下。まあこんな風に普通のやつはなってると。ね、まあ、トレーラーの場合はまた違う距離がありますけども、まあ、これ 16.5 メーターとかにあるんですけども、これは長さをしっかりと整理しておくことで出ますので、整理しておく必要があるでしょう。それから次に19番のところに行きましょう。ね、19番。この19番に行きましょう。そうすると、道路工事の現場で発生する湧水や溜まり水、出てくるね、工事で水が出てくる。で、これは普通はですね、沈査等。砂を沈査させて水を浄化して、まあ、下水道に流していいですよと、こういうふうな、こういうふうにしてください。普通はpH 調整とかひどい場合はノルマルヘキサンを油分を取るんだけど、普通これ湧水なんで自分で油が溜まってるわけじゃないので、それを流し沈査して砂を流して流していいですよ。だからここまで今度は、ね、河川法関係だね。河川法関係20番でね、河川保全区域。河川保全区域っていうのは堤防から約民地側に大体50メートル範囲、そこのところを河川保全区域というね、水の流れてないところよ。水の流れてるのは河川区域っていうんだけど、河川保全区域っていうのは水の流れてる堤防の端から大体50メートル。そういうとこもですね、あんまり掘り続けて水がピャーッと噴き出してくるので、制限がある、その50メートルの間。その河川保全区域って。どんな制限があるかというと、高さ3メートル以内でかつ堤防が20メートル未満の盛り土だったら施工していいですよ。それからもう一つ深さがね、1メートル未満だったら掘ってもいいよと。そういうそれ以上掘っちゃうと水が噴き出してちゃうからね。ということで、そういう河川保全区域はこれの制限と、もう一つは1メートル未満の掘削はできると。この2つが制限となってますね。注意してよ。それから21番、河川工事の材料置き場として河川敷を利用する場合、河川管理者の許可を受けなくて、当然受けますよ。河川地域内に入れて、建設資材を置くんだから、これは許可を受けましょうと。まあ、そういうようなところを注意をしようと。それから河川区域内、これ水の流れるところの民有地に仮設建築物を作るときはですね、河川管理者の許可を受ける。これもいるんですよ。民有地であってもですね、水の流れに影響しますから。だから河川区域は水の流れに影響するところなんで、物を作ったり壊したりするときは必ず河川管理者の許可を受けなきゃいけません。よというわけね。だから仮設建築物であっても一定規模、これは建築、ここから建築基準法だ。ここから建築基準法だな。仮設建築物であっても一定規模以上の場合は建築確認申請を受けなきゃいけませんよと。そうじゃない。仮設建築物は確認申請一切不要。だから高さ制限もなければ、建蔽率もなければ、要請技術制限も一切ありませんよと。ただ強度だけはしっかり保ってくださいよと、まあ、そういうことが仮設建築物の状況で、これ申請とかいりませんよと、こういうことな。仮設建築物の換気だけど、中に人が住んでますから、換気するのは床面積の20分の1の窓を設けてと、窓をつけられないんだったら換気設備入れてよと、まあ、こういうふうな制限が労働者の安全を守るために、こういう制限がありますよと。ね、ということで仮設事務所を作っても、建築物の中では床面積の20分の1以上、それからあるいは換気設備を設けるというているよと。で、この25番、仮設建築物の延べ面積が50平方メートルを超えるこの防火地域、準防火地域では屋根を不燃材で拭かなきゃいけない。もう全部制限を受けないんだけども、特別としてですね、火事を防止するために防火地域と準防火地域において
以下面積が50平方メートルを超える規模の仮設建築物は屋根をちゃんと拭いてくださいよと、まあ、こういうことな。ちょっと図面見てみよう。図面はですね、ここに書いてある黒く塗ってるところね、この部分は防火地、要するに道路の四隅の角だ、こういうところは防火地、それにつながるですね、方向のところ薄くなってるな、そこのところが準防火地、こういうところに仮設建築物を作るときは50平方メートルを超える場合のときは屋根を不燃材で拭かなきゃいけないよと、まあ、そういうなったで、特に防火地域と準防火地、ここにおける50平方メートルを超えるときはそうしなきゃいけないということをしっかりと整理しておいてください。じゃあ続いていきましょう。で今度はですね、火薬類取締法ですね。これは親台の作成は加工所で行って、損地するときは見張り人を常駐させるということで、この加工所にですね、火薬を置いてる間はその中見張り人をちゃんと常駐させなきゃいけないよと、ね、見回るぐらいでダメよと、見張り人を常駐させなきゃいけませんよと、こういうわけです。加工所ですよ、加工所から27番、電気発泡のですね、通電試験または抵抗試験を行うときは火薬類の、装置箇所から30メートル以上離れた場所で実施する。あまり近いとですね、爆発してしまった場合にこう石が飛んでくるので30メートル以上離れたところで、まあ、試験してください。それから28番、特定建設作業 のここからですね、火薬類です。ここまでが、ここから今度は騒音振動の関係なんですね。特定建設作業の地域を指定するのは誰かというと、これは都道府県知事であり、1号地域と2号地域を定める。1号地域っていうのは学校からだいたい80メートル程度の非常に環境を厳しく守らなきゃいけない。それ以外のところはだいたい2号地域というようなこと。1号地域と2号地域、何が違うかというと、1号地域では1日作業できるのはだいたい10時間。2号地域では1日作業できるのは14時間です。その作業時間帯が違うわけだな。というふうなところで1号地域と2号地域というふうに分けます。それは都道府県知事が決めるんですよ。こういうな。それから次にディーゼルパイルハンマーで作業を行う。要するにこれは騒音規制法でいう、特定建設作業ね。作業1日だけ。1日だったらもうやんない。そういう時はですね、これは届けでいらない。ね、1日だけで作業を終わる時は特定建設作業とはもう言わないと、それは。ね、というふうになっているので、届けでは必要ありませんよ。それから30番だ。削岩機を1日50メートルを超えて移動して用いるために騒音規制法に基づいて市町村長に作業の開始の7日前に届け出を行った。50メートルを超えるときはだって音はさ、もう遠く行っちゃってんじゃん。だからそんな振動とか騒音がもう50メートル離れたらいらないよということで、1日50メートルを超えて移動するようなものについては届け出がいらないとなったんだ、これ誤りと。それから次にですね、振動規制法、現場ので敷地境界線上で、75デシベル、騒音では85デシベル以下とするよと。ちょっと図面見てください。どこがその境界地域かって、赤く書いてるな。その例えば真ん中で作業してて、敷地の境界の赤いところ、そこでね、騒音値と振動値を測って、振動だったら75デシベル以下、騒音だったら85デシベル以下に、その赤い前のところであれば合格ですよ。それを超えた場合は市町村長の要するにいわゆる勧告を受けるわけだな、改善勧告を、改善命令を受けたりすることがありますということですね。場所はそういうところの敷地境界線でのそういうことなんだというわけね。じゃあ続いてですね、32番いってみましょう。32番はですね、特定建設作業の届け出ではですね、何届けられると代表者の名前、会社のね、それから目的工作物は何なのか、それから場所の見取り図、ね、それから期間、いつ、それからその騒音振動を放出する方法、ね、まあ、こういうことを書いて書類で届け出を市町村長に7日前までに、施工者が行いますよという、ね、市町村長に届け出ますよ。それから次ですね、33番ですね、騒音振動防止の方法の改善や作業時間の変更を勧告するのは都道府県知事である。これだって許可を求めたのは市町村長なんだから、当然だ、改善勧告、改善命令するのは、これは市町村長がやります。知事はやりません。知事は地域を指定しただけだからな、届け出したのは市町村長だから、知事はやりません。完全勧告、完全勧告はね。それから次、34番。ここまでが、あれですね、騒音規制法、振動規制法ですね。で、34番はですね、船舶は特定港から出港するときに、港長へ届け出のみを行い、許可を受けなかったと。許可いらないんだよ、これ。出たら入ったりするんだ。これは届け出だけでいいんだ。な、許可いらない。工事したりさ、なんかそれだけ許可いるけどね。次は、
35番、これはですね、総トン数が200トン以上のタンカーにはですね、委託防止管理者というものを選任する。だから200トン以上だったらタンカーは委託防止管理者というものを選任をしておかなければなりませんよ、ね、この200トン、これを覚えておいてくださいね、よく試験出ます。から最後にですね、36番、ね、特定港の境界付近での作業や工事をするときは届け出を出した後を行った。これ、ね、よく試験出なくて、届出を出しただけだね、許可を受けた後やんなきゃいけない、届出だけじゃダメなんだな、許可を受けた後を行いますよというわけ、ポイントはね、とこ注意しようということで、許可を受けた後行わなきゃいけませんよと。これはですね、法規の問題とこですね、ということで、これは皆さんが好きなところをしっかりと8問選べるように、まあ10問ぐらい選んでいいかな、10問ぐらい選んで勉強していって、その中から8問を回答していくと、こういうことになります。かじゃあこれで終わることにいたしましょう。さあ、それではね、いよいよ学科試験のメインイベントとね、半数以上 54% がもうだって、この全部必修だしね、ここのところはしっかりと丸バツがつくように学習してください。これは結局ね、私の話聞いたらダメよ。結局ね、まず自分でやってみて確認しないとね、まあ、話聞くことは大事なことだけど、最終的には実力付きには自分で判断して、読んで丸かどうか、どこが悪かったか、しっかりそれを取り付けていってもらえばいい。それから特にここのところはね、大事なのは実地試験のところが来ると、結局、まあ、今年はおそらく実地試験は安全管理、出来方管理、このあたりが、ね、実地試験中心なんで、試験を通った後すぐそれが必要になってくる。そうするとそういうことを書くところっていうのは、要するにこの安全、ここの施工管理のところの考えを書くわけだから、論文を書くときはね、だからそこのところの考え方も少し合わせながらですね、今年特に安全管理のところの考え方をしっかり整理しておくということが大事になってくる。それとあとね、もう一つ注意しておきたいのは、この施工管理の出た試験の問題と、その実地試験の学科試験の関係、みんな関係ないと思ってるんだよ。だけどよくよく調べてみると、学科試験に出たところのある部分が実地試験に連動して出てるんですよ。安全管理とか廃棄物関係がいい。だから決してね、学科試験が終わったから、あ、終わった終わったって言ってね、終わっちゃいけない。実はこれちゃんと置いといて、実地試験する前にもう一回自分でこの学科試験のやつを読んで、どうだったかというの丸バツをしっかりともう一回確認をして、それから実地試験やらないとダメなんだよ。いきなり実地試験だと別だと思う。別じゃないんだよ、同じ試験なんだからね。ということで、これ終わ、ここで終わるんじゃないの。試験が終わったら今度は実地試験に、ここは施工管理はそのまんま経験規律だとか安全管理だとか産業廃棄物だとか出てくるから、いい、建設リサイクルということで、ここのところはね、終わりじゃないんで、試験、この管理技術者取るまで終わらないんだよという気持ちをしっかり、特にここのところは持っていただければと思います。それではね、ポイントだけ説明していこうね。はい、いきます。でまずですね、一番最初、これは測量関係で、いわゆる共通工学というところですね、そこのところをちょっと説明していきましょう。そうしますと、まずこの GNS、これは GNS というのは、これは GPS、アメリカのやつとか、ガリレオ、これは欧州関係、ね、グロナスっていうのがロシア、まあ、これどれでも使えるんだよ。だからこういうのどれでも使えるのは GNS、これは人工衛星だな。人工衛星のうち、4個の電波を使って、X、Y、Z、T、時間だな、これで4個の衛星を使って測量することによって、要するに、情報化施工みたいなものができますよと、測量もこれでできますよということで、だから測量だとか情報化施工をするときは4個の衛星を使ってこの X、Y、Z、G、T の時間を決めて、工事をするんです。4つで覚えてください。4つの衛星が必要ですよ。どんな図か、ちょっと概念的なところを見ておこうかな。概念的なところを見ておくと、図12のところでありますね、4つのピンク塗ってね、ピンクの4つの上のところに衛星があって、そしてそこにアンテナが立っててね、そこのところに4つの衛星から電波が来て、そこを受けて測量すると、まあ、こんなふうになってます。
じゃあ次行きましょう。2番目行きましょう。トータルステーションは即刻と即興1シチュンで得られる。ね。1回で見られる。で、機械高さはね、これをセンチメートルで測る。これ、マグシャクで測るんだよ、機械高さ。で、GPS の場合の、あのアンテナの高さもね、これミリまで測るんだよ、気をつけて。アンテナの場合はミリまで、GPS はミリまで。GPS は一般にあのミリまで測る。で、TS を使う、トータルステーション、TS を使った場合は、これセンチメートル単位で高さは結構いい加減なんだよ、だから、思ったよりか。ね。マグシャクで測ってんだから。ね。ということであります。平面直角座標、これはあの日本の場合はですね、位置を表すの平面直角座を表すってこれ決まってるんだな。で、これはね、方向としては、東西方向、ね、この、これは Y 軸って言うの、こっちが Y 軸って言うの、こっちが X 軸って言うの、ちょうどあの数学の場合と逆なんだよね、こう誤りなんだ。だから平面直角座標は、東西方向は Y で表して、南北方向は X である。こういう状態になってるんだよね。ちょっと逆になってるの、数学と測量は。ということで注意しよう。それから、これはですね、こっち側は、測量関係この2つだけですね。で、今度は、設計図書という方ですね。公共工事標準教育契約約款の方に入っていきます。で、これは主任技術者、現場代理を兼務できるね。主任技術者と現場代理を兼務できますよと。ね。で、いかなる時も常駐。これはいかなる時もっていうのは、その、ね、非常の事態もあるわけで、まあ、そういう時は代理人を立てるんですけども、絶対いなきゃいけないというわけではないんですよ。ということで、まあ、いかなる時もっていうのはおかしいと。それから次ですね、標尺の 0.メモリ誤差、ね、これは、ね、偶数回行うことによってできるということな。標尺 0.メモリ誤差じゃなくて、標尺の一番下のこの点、ぼっちがついてるんだな。ここから測って0という1センチで、ここに1がついてる。だからここから測ってここまで、これ1だ。ここすり減ったらさ、1じゃなくて 0.98 とかになっちゃう。それを 0.メモリ誤差っていうのは、ここはすり減ったことを、これをなくすためにはレベルをですね、偶数回覚えて、偶数回つけたらこれすり減ってもいいと、こういうわけだな。はい、それから次に6番、自動レベル、コンペンセーターを内蔵しており、水平に置かなくても自動的にレベルを水平軸を作り出せるね。ということで、コンペンセーターってどれかって、要するにちょっと図を見てください。プリズムが2つあってね、で、あの平面の板がですね、あの平面鏡があるわけだから、自動的にそれが重力によってお互いに調節してですね、必ず置いただけで水平になるという、そういうシステムみたいなコンペンセーターと、そういうようなものを持っている。それをあの自動レベルと言って、自動的に水平になるよと言っている。だから大雑把にポッと水平に、あの大雑把にポンと置けば自動的にレベルがですね、水平を作り出すと、そういうような優れものですね。だから電子レベルなんかはこれを積み込んでるわけですね。はい、それから次に7番いきましょう。ハイキンズの独図でカルバートの範地、範地はどこかというと、こういうところだな。これコーナーにおけるカルバートの範地、こういう鉄筋がコーナーに入れるんだな。ここを入れてこう入れると、で、ここ、これ斜めに入れる鉄筋、これを範地というね。範地筋はっていうのは、こう三角形の補強鉄筋であると。この斜めの鉄筋、こういうふうな柱と針の鉄筋の斜めにこう入れる鉄筋、これを範地筋というよと。それから、あの総合評価方式では、予定価格内で最も技術力の優れたものが落札する。だから総合評価方式というのは、お金だけで決めるんじゃなくて、技術力も評価して、そしてそのうちの合計で予定価格の範囲内で最も優れたものを選びますよ。だから評価するものがお金と技術と2つ。こういうような、その総合力に優れているものを採用しようと。こういうわけですね。それが続いて今度は9番。施工体系図。ね、これはですね、工事内容変更があっても、請負関係が変化がないときには変更の必要がありませんよと。工事内容が変わったら、当然これは人間関係が出てくることは、これは当然変更しなければなりませんよと。これですね。次はですね、この施工体系図ったら、要するに下請けに3000万以上だな。3000万以上を下請けさせたときは、これはですね、特定元型事業者が制作して、現場にこれを備え置かなければいけませんよと。まあ、これが、いいわけですね。で、これは施工体系、体制台帳を作って、施工体系図っていうのは、その施工体制台帳からその組織だけを抜き出して図面化すると。図面化して、そして現場のですね、講習の見やすい位置に貼り付けておくわけだ。ね、だから、工事に変更があった場合は、その状況を書いて貼り出しておきますよと。こういうわけね。それから10番目、150V を超える電動機を用いる移動式の機械、または水で出現している場所に用いる機械等は、この
感電防止漏電遮断装置というものをつけなきゃいけない。ここポイントは150V、150を超えてだから、いろんな電動機だな、電動機を使うようなベルトコンベヤーだとかそういうふうなものは必ず感電防止、漏電遮断装置を接続しなきゃいけません。 150V 以上、これはポイントということになる、ね、これと組み合わせだな。それから11番、公共工事における瑕疵担保、ね、これ木造は1年、それからコンクリート造は2年、ね、重大な瑕疵があった場合、故意の瑕疵、これは10年間の義務を負うと。だから瑕疵担保っていうのは要するに欠陥があった時に保証しなきゃいけない期間という、木造は1年、コンクリートはね、故意の場合はこれ10年とすると、まあ、こういうふうなルール、これ変わったね、これこういう変わりましたね、1年2年10年で変わりました。それから次ですね、今度はマスカーブが右に上がっている時はこれはですね切り戸なんだな。で右に下がっているときはこれは盛り土を表しているんです。だから切り戸と盛り土の入れ替わり方をしっかり理解してもらうと、だから土が溜まっていくのは右に上がっていくときは切り戸で土が溜まっていくの、ね、右に下がっていくときは切り戸が盛り土でもって土が少なくなってくるわけです。切り戸で増えて盛り土で下がるんだからね。ということでマスカーブの土の関係はそうなりますよということで、ちょっと図面の方を見ておきましょう。マスカーブはですね、この図のところを見ておきますと、赤く塗ってるところが切り戸で土がどんどん溜まっていってる。で黄色くなってるところはですね、これは盛り土でどんどん下がってると。そしたらこうお椀型になってるわけ。だから切り戸して盛り土して同じように切り戸と盛り土等しかったらこういうお椀型になるの。お椀型の真ん中に線を引いてありますと、ここがですねちょうど例えば1000立方メートルあるんだとしたら500となるわけね。でその真ん中のところの線の例えばP と Q の間、この距離っていうのはね、この土を移動させる距離なんだ、マスカーブでね。で高さっていうのはこの土の移動量を示す。だから高さが1の土の移動量ね。だから横に引くとこれは移動距離というので、マスカーブっていうのはですね、そういうふうに移動距離だとか移動量を求めるために、施工所を使っていくもの、これをマスカーブというふうに言います。いいですね。はい、それでは次に13番でおきましょう、ね、今度はここからはですね施工計画、ね、のところに入っていく。計画の立案のため、施工計画立案のために浮世絵後にも、再度調査する。いいんじゃないですか、ね、計画を立案するんだから最初に荒い計画を立てる、精密な計画をもう一度調査します。これ正しい。施工計画はですね、現場担当者、協力会社、実務者で協議した。これダメなんだな。会社を挙げて高度の技術レベルで計画を決めなきゃいけませんよと。現場担当者等で決めちゃいけませんよと。広い高い立場で決めてください、ね、高度の技術レベルで決めるということになってます。したがってこれよろしくね。15番、タイヤローラーは接地圧を変えるために空気圧とバラスト、水とか、要するに、レールとかね、重りだなを変えて、タイヤのローラーの接地圧を変えて土に応じて、締め固める度合いを変えていこうと。こういうわけだ。だから空気圧も変えられるし、重量のを積み下ろしもできると。積み下ろしの荷重のことをバラストと。これ普通は水は使われます、水がね。それから16番、調達計画では機械を効率よく稼働できるように工期全体の稼働率を平均化、ね、平均化するようにしよう。だから工期全体で使用する材料を平均化するようにする、ね、労働者でもある時は10人使い、ある時は1人しか使わない、そういうデコボコにならないように大体7人ずつぐらい使っていこうよと。そういうふうに平均化することによって、まあ、工程はうまくいきます。で、まあ、調達計画はそういうこと、平均化しましょう。それから17番、機械計画では組み合わせ機械、要するに掘削機械と運搬機械と敷き慣らし機械と締め固め機械、まあ、これ一般の流れは組み合わせ機械で作業するんだな。そのうちですね、何を基準して決めるかというと、これ使用機械だというと掘削機械の能力を最小にするの。最小、これだから最大じゃなくて最小だから、これだけはすぐだから、工事管理するときはこの使用機械だけ管理すればそれよりみんな以上できるんだから、だから管理はだからこの使用機械の最小量で決めていく。だから最小の能力を使用機械とするんだよと。これは施工計画の基本なんだ。いいねってことは、これ間違い、最大での最小だな。18番、事前調査で設計当初の契約条件調査と現場条件調査を行って、まあ、現地を把握してから計画する前に現場行くのと、それから
設計当初を調べてくれよと、ね、それから計画立てなさいとか当たり前のことだな。19番、坑道の埋設物調査ではだいたい2メートル程度試掘すると、ね、そして、まあ、掘り方に要するに、試掘方法に壺掘りや布掘りというのはね、これいずれかを使って、まあ、埋設物を露出させて確認しましょう。2メートル壺掘り、それから布掘り、ね、これを覚えておく。それから20番ですね、道路工事を行うときは道路管理者の専用許可を受ける。工事するときは専用許可を受けないので、ね、要するに車通れないわけだから、そこを 掘ったりするわけだからね。それから21番、仮設構造物の安全率は本体構造と同じとすると。そんなことしないんだな。本体構造よりかさ、もう少し安全率は小さくていいわけだな。これ小さくていいですよということで、仮設は安全率は小さくていいと、本体構造よりね。だから仮設材料はですね、可能な限り流通している規格品を使って転用回数を多くする、まあ、当たり前のことだね。ということで仮設材はできるだけ転用材できるような規格品を使いましょうということだな。だから23番、下請け人がさらに再下請けさせるとき、下請け人が、ね、下請け人通知書を作成して元請けに提出しない、ね、なぜこんなに必要かというと、要するに、施工体制図を作ったりするときにね、体系図を作ったりするときに、体制台帳を作ったり、要するに施工体系図を作ったりするときに必要なんだよ、必ずこれを出さなきゃいけませんよと、まあ、こんな風になってます。それから続いてですね、今度発注者から直接請け負った特定件数2500万以上の下請け契約をしたときは施工体制台帳を作る。そうじゃないよな、これ3000万以上でしょ、ね、3000万以上を下請け契約したときは施工体制台帳を作り、施工体系図を作って、それを講習の見えるうちに貼り付けるわけだな。だからこれ3000万こう言っておいてくださいね。それから原価管理を実施するのは施工計画を立案し発注を行い工事を実施するところまでとした。これ原価管理って言ったら最後までだよ、儲かったか儲からないかだから、これはね、工事終わったって、全部最終的に清算してどうだったかって最後までいります。だから工事発注したら終わりというわけじゃありませんね。最後まで儲かったかどうかと損したか得したかやるのが原価管理だからね、ということです。だから品質管理の目的は不良品を生み出して速やかに補修することだよ。そうじゃないね、これは品質管理は不良品を出さないように管理すること、これ大事。出るものを良くするんじゃなくて出さないようにすることが品質管理ですね、ということで注意しよう。それから原価管理は本社の原価と現場の原価を一体化して協力して実施する。これは当たり前だね。本社の原価管理と現場の管理を一体化してお互いに利益を上げようと、こういうわけですね。それから今度工程表の関係でグラフ式の、ここから今度工程管理ですね。工程管理、グラフ式の工程表は実績と予定が同時に表現されているので、遅れや進み方が直接的に分かる。いいね。だから、線が計画があって予定があって実践をこう点線でこう書いていく。そしてこれと並んでるので進んでるのが遅れてるのがすぐ分かるということで、グラフ式工程だから明らかにすぐ分かりますよ、進捗はすぐ分かる、これは特徴だな。それから29番のところいきましょう。これはドラッグラインは柔らかい土を機械よりか下の広い範囲にわたって掘削できるということで、まあ、掘削機械のさっき言った主要機械って言ったらドラッグラインの一つだな、掘削機械だから。ちょっと図面の方を見てみようか。そうすると図面ではですね、ドラッグラインというのは下の方に書いてあるね。これはポーンとロープで投げて広い範囲ですくい上げていく方、柔らかい土に適するんだ。それに対して深いところを掘るのはクラムシェルという、これも柔らかい土に適する。それに対して高いところを掘削するのはパワーショベルというんだな。でこれは高いところの硬い土に適する。それに対して下の土の硬いところ、これバックホーテル。だから掘削機械は試験で出てくるのは高いところは硬い土はバックホー、低いところの硬い土は失礼、パワーショベルは高いところの硬い土を、低いところの硬い土はバックホーでね、広い範囲で柔らかい土は、ここのようなドラッグラインで、てか深いところのやつは、クラムシェルで柔らかい土を掘ると、まあ、この区別を、ね、しっかりとつけておいてください、こういうわけですね。それがドラッグラインのところになります。では次に30番いきましょう、ね、これはオールケーシングチューブを用いる場所地区は各種の土質にも対応できる。オールケージングって全部交換で覆うから、柔らかい土も硬い土もどの場合でも適応性が高いと、ね、水で交易、を守ったりするわけじゃないので、比較的いろんな土に対応できます。これですね。それから続いてですね、工程と原価の関係は最小原価で最適、最小原価で最適工期となる、ね、工程と
でこれは正しいんだよ。最小限化で最適工期になる。じゃあ工程と品質はどういう関係になるかというと、工程が早いと雑になるわけ、工程がゆっくりだと時間かけるからいいものができるということで、工程が早いほど品質は低下する、工程が遅いほど品質は良くなる、そういう関係なので注意しよう。こういうふうな。32番、工程表の制作の手順はまず手順を考えて、それからその作業ごとの手順の時間を考えて、でお互いの調整を考えて、時間に収まるようになったら平滑化すると。そして工程表を作ると。工程表を作る順番は、まあ、作業の順番、作業の時間、それからお互いの相互関係を調整して、そして平滑化して、そして工程表を作ると、そして工事をすると、まあ、こういう順番で、工程管理が進んでいきますよというわけですね。続いて今度33番いきましょう。組み合わせ機械を選定するときは、重機械、ダンプとかローラーとか、ね、そういうものの作業能力は主機械、バックホー等の作業能力以掘とする。さっき言ったね、こういう掘削機械は最小なのと、重機械よりか主機械に対して重機械というね、ダンプカーとかローラーとかね、そういうものは重機械という、それは能力を大きくしてもらうんですよ。掘削機械は最小だからね、ということです。それから34番、これは工程管理やってみますね。ここから工程管理、そうするとネットワーク工程表は工程を最も強く支配している経路が分かる唯一の工程表である、ね、普通はバーチャートでネットワークを使うんだけど、ネットワークの場合はですね、これは工程を最も強く支配している経路、これはクリティカルパスのこと、クリティカルパスね、クリティカルパスのことを言ってる、クリティカルパスのことだから、これは分かるのはネットワークだけだからね、ということです。それから続いて今度は斜線式工程表、これはトンネルなんか使うんだな、予定と実績の差が明確である、グラフ式と一緒だからね。そして作業内容、作業時間、それから進捗状況が分かりにくいので、分かりやすい、見たらねすぐ分かるわけだから、分かる。ちょっと図を見てみようか。そうすると今赤で書いてるな、図16のところだね、赤で書いてます。こういうように実績とその関係がですね、すごくよく分かる。もう同時の同じ線で書いて、進んでるな遅れてるなと一目で分かるわけな。ということで、斜線式とかグラフ式は一目で分かるよというところが特徴なんだな。で次36番いこうね。バーチャートはね、作業に必要な日数は判明するけども、工期に影響する作業は不明である。バーチャートは日数は分かるけどもね、遅れてるのか影響はどれするのか、作業の相互関係だ、これ作業の相互関係はネットワークじゃなきゃ分かんないんだ、これ正しいね。それから続いて今度37番、ネットワーク計算ではですね、最終イベントの最時完了時刻は工期である。工期はですね、最終イベントの最早開始時刻、最一じゃなくて最早開始時刻が工期になるよということで、これ間違いだな。38番、フリーフロートというのはですね、最早で始めて次も最早で始めた時間、これが最早最早と来た時はフリーフロートね。じゃあトータルフロートは何かというと、最早で始めて最一で終わると、これがトータルフロート。フリーフロートは最早最早、トータルフロートは最早最中、こういう組み合わせちゃんと覚えておいてね、そこがポイントだよ。それからスラックはゼロとは、クリティカルパス、クリティカルイベントによって各イベントの最中完了時刻と最早開始時刻が等しいことです。どういうのかって、こういうことだな。これはクリティカルイベントだとすると、ここの数値が等しい、四角く囲んだ最早開始時刻と丸で囲んだ最中完了時刻の値が等しい、そしてこの差を引いたらゼロ、これは何かというとスラックって何かというと、ここの差、丸と四角形の差を、これをスラックと、これゼロだから。だからここがクリティカルイベントと。ここはゼロのやつはクリティカルイベントって、必ずクリティカルパスが通るということになっていく。そういうことね。クリティカルイベントというのはそういうふうに、スラックはゼロである。この丸とこの差がゼロであるところを経路を言うんですよ。で、ちょっとですね、これも図面見とこうか。赤く丸が入っているところはですね、全部ゼロじゃないですか。ね。丸と四角引いたら。こういうところはスラックはゼロ。スラックゼロでないところもあるよ。例えば8番なんか見てみて、8番は丸が18で四角15じゃない、そしたら 18-15 イコール3だ、だからスラックは3なんだ、だからスラックが出てくるということは、ここはクリティカルパスは通らないなということになるわけだな、まあ、そういう見方をすればいいということですね、ここはそういうことになってきます。じゃあ次にですね、40番いきましょう。40番はですね、これは今度安全関係にこう入ってきますね。そうすると、元請けとですね、下請けを合わせて50人以上の労働者が混在する事業場ですね、特定元型事業者は
元型安全衛星管理者を選任して統括安全管理者に、まあ、指揮をさせるということで、今後前に言いましたね。だから50人以上混在するときは、あの特定元型事業所ですね、元型安全衛星管理者と、それからもう一つですね、統括安全衛星責任者を2人選任すると。そして、元型安全衛星管理者を統括安全衛星責任者に管理させる、指揮させると、まあ、そういうふうに、ルールがなっているので、これは正しいということになります。だから41番いきましょう。でこれは工期を短縮するとですね、出来高が急にガッと短縮すると出来高が伸びる。そうすると出来高曲線は S 型に普通になってるんだけど、この勾配がギュッと立ってくる、ね、S 型のこう普通はこうなだらかなこうなってるんだけど、これが短縮するとギュッとこう立ってくる、ね、こう立ってくる、これが立ってくると、まあ、こういう関係にありますよというわけでね。で42番いきましょう。工期の遅れはフォローアップ以前の工期とフォローアップ以後の工期を比較してるね、その差としてるんだ。だからいくら遅れてるかというと、元今かかってる日数と、それから予定の価格差し引いたらですね、どんだけ遅れてるかとすぐ分かるわけで、それを実際上短縮するのはどっかを短縮、お金出して短縮しなきゃいけないわけな。だからまずその差を求めなきゃいけない、遅れてるのと計画との差を求めて、その求めただけ日数を短縮しなきゃいけない。それをフォローアップと、こういうふうに呼んでいるわけですね。そして次に今度43番、一次下請けは二次下請け三次下請けに対しても労働防止の災害のための必要な指導をする義務がある。指導をする、だから上に立ってる、事業者はですね、指導をするのは処置するのはないんだよ、指導をする、これは義務がありますよ。いいね。ということで、指導ということは処置とは違うということを整理する。これは前にもありましたね、法規のところでもね、処置と指導の区別をちゃんとつけておこうということね。それから次で44問のところね、特定元型事業者は関係を受けるような労働者に対して安全衛生教育の義務がある。安全衛生教育するというのは、関係を受けようには関係を受けようにがやればんだよ。で特定元型事業者の労働者は特定元型事業者がやるのであって、関係を受けように下請けは下請け人の労働者下請け人が行う、指導は行うよ、だけど実際に処置するのは、だからここの関係を受けようには関係を受けようには労働者、元型、特定元型事業者は特定元型の自分のところの労働者をやればいいんであって、相応にね。ということで、ただ特定元型事業者は関係を受けようには指導することは、指導、処置じゃない、指導することはね、この辺の区別はね、安全関連で最近よく出てくるので、ちょっと注意しておこうね。じゃあ今度はですね、45番いきましょう。45番で元請けと下請けが80人以上の事業場であったので、統括安全衛生責任者を選任しなかった。これはですね、50人以上だったらこれを選任するな、この数値だからちゃんと覚えておかなきゃいけないよと、こういうわけだな。で続いて今度はですね、杭打ち機の組み立て解体の作業に作業主任者を選任しなかったね、選任しなかった。これ選任しなくていいんだよ、杭打ち機っていらないんだから。高さ5メートル以上の足場の組み立て解体、これいるな。片枠使用工、土留め使用工、これ高さに関係なく選任しなくちゃ。高さ2メートル以上の地幅の靴下、これ作業主任者を選任するんだ。だから選任するもの、選任しないもの、これ必ず試験出てくるんだ、前ね。しっかりどういう場合に作業主任者を選任するか、これを覚えておいてくださいよ、整理してくださいよ。はい、それから次に47番、特定元型事業者は毎日1回現場を巡視する。これいいね、1回1です、月1回じゃない、毎日1回1ですね。それから48番、設備を更新したとき、原材料を変更したときは危険有害性を調査する。これは当たり前のことだな、普通のことを言っています。だから49番、移動式クレーンで荷を吊り上げて地盤沈下することにより作業半径が大きくなるとね、少しその時は内側になる、前のめりになるんだからね、ここは吊ってったらさ、こうグッと前のめになるから、この前のめになった分だけちょっと外側にあって、ここに吊り荷があるんだからね、こうやってこうならないといけないということで、少し内側になるんだけど、外側に分を張らなきゃいけないということだな。だからまあ現状を考えてもらえば、すぐ外側にありますよ。それから50番目はですね、道路上の埋設の深さを示すとき、原則で路面からどかぶりの深さを示す。どこにあるか、これ標高で示す。だから地盤に埋め込んでる下水管とか浄水管の位置を示すものは、これはどかぶりを示すんじゃなくて、これは標高、どの位置にあるかということを示す、そういうルールになってるわけね。ということで、どかぶりの深さで位置を示すんではなくして、標高で示す、これは合わせてください。から51番、道路工事にあたって2車線、
制限する 5.5 メートルだな、1車線はこれは3メートルだな、で交通を考慮して制限区間を長く取り誘導減した。だから制限をするときはこの区間のですね、あんまり長いと交通渋滞が起きない、できるだけ制限区間を短くしないといけない、制限区間を短くねしなきゃいけないですね。だから52番片脇証拠の組み立て図は、これは事業者は組み立て図を書くんだよ、作業主任者は別に書かないんだよ。でこれに基づいて組み立てさせる、あの作業主任者に組み立てさせるわけだな。だから53番、橋梁の上部高度は30m以上で50m未満、これ人口の密集地市街地だな、まあ、こういうところでやるときは届け出が必要ですよと。普通は 50m 以上だったらあの届け出んだけどもね、 30m 以上で 50m 未満の向き、あの市街地でやるような工事については届け出くださいよと、計画の届け出だな、工事の届け出を14日前に労働基準監督署長に行わなきゃいけないということだな。だから枠組み足場で手すりの高さ85センチの手すりに加えて幅木を設けるか中さんを設ける、これこの場合は必ずしもこれだけを手すり85で、これはまあ設けるんですけども、こっち側こういうふうになってなくてもバッテンのものでも構わないんですね。要するに中さんでなくてもこういうのクロスするようなものでもいいということで、これを必ずもこれを設けるかこれを設けるか、これ両方設けなきゃいけない、こうやるな。でもこれでなくてもいいんだ、バッテンだって構わないということで、どっちか設けるという意味ではないということでこれバスといいね。それから次に土留め証拠の点検、これは7日を超えないごとにやるよと、7日を超えないごとにやるね。だから56番移動式足場を移動させるときはこれはね、どうするかというと作業員を下ろさないと、作業員に安全帯をつけて足場の合図を行ったってことは作業員を下ろさない、下ろして移動させるね、ということでこんなことダメです。だから足場を移動させるときは作業員を下ろしてやると、危険だからね。それでは57番高さ2メートル以上の手すりを取り外して作業する、これ労働者にどうするかというと安全帯をつけさせて防護を張ってつく、これいいね。ちょっと図を見てみようか、作業道具のところをちょっと見てみようね。その作業道具のところ、ちょっと赤く塗ってありますね。だから、結構このところ、幅木は10センチ以上ね。だから、中さんのところは、この、35センチから50センチ以内に設けると。それから、手すりは85センチ以上設けるよと。それから、作業道具の幅は40センチ。それから、隙間は3センチ以下にしてくださいよと。まあ、そういったようなところをしっかり整備しておこうと。今年、整備する必要がありますよと。こういうわけだな。で最後手すりを外す場合はさっき言ったな、安全帯をつけさせて防音を張らないと手すりを外しちゃいけないです。そういうところで作業させちゃいけないよ、まあ、こういうことですね。で58番資材の投下 が短期間の場合防音を張れば、立ち入り禁止措置は必要ない、立ち入り禁止措置は必ず物を投げるときはやらなきゃいけないよと、ね、上から物を投下するときは必ず立ち入り禁止措置をする、短いとか長いじゃないんだなということを注意しよう。それから重要な仮説の土留め工のですね、高野板の根入り長さ、これ3メートル。そこ親食い横野板の場合 1.5 メートル。こう覚えなきゃでもよく試験出るね。ということで、これ整理しておこう。それから60番はですね、一次下請け、ABC。でも A も B も C も、でも一次下請けよ。の調整役として A が選ばれた。そしたら B 社と C 社のですね、関係する全作業について、労働者を指導しなきゃいけないと。A 社、B 社も C 社も。ね。そのこれ全部下請けなんだよ、これ。お互いに下請けなんだよ。これはどういうふうなことになるかというと、実は A 社は確かに B、C の中のまとめ役になったんだけど、これ A 社が関係するところだけやればいいんで、A 社と関係しないところまでいいんで。ということでちょっと図面見てみよう。そうすると図面見てみると、A 社の赤くピンクで塗ったところ、そこだけは全部共通して管理しなきゃいけないけど、B 社のですね、関係ないこれブルーのグリーンのところとか C 社の水色のところ、ここはですねもう感知しなくていいわけだ。だから A 社が管轄する領域は自分の作業と重なっているところは B 社と C 社は自分のところで指導しましょうと、こうやるな。ということで、その他がよくこういうことがよく試験出て注意しようねということで、全部したら ABC したわけだったら、任された人は自分の範囲の仕事の範囲のところの重なるところは自分で責任を取るけど、それ以外のところは B 社は B 社、C 社は C 社で管理してくださいよと、こうやるかな。で61番いく、ね、単管足場の縦地方向、これは桁行き方向 1.5、 張り管方向 1.85、 これいいね、これをちゃんと数値を覚えておかなくちゃいけない。それから62番、アウトリガーは最大限に張り出すが性能曲線から低下荷重を下回ると、ね、そんな張り出さなくても大丈夫と、安全が確認できたらこれは
最大限張り出さなくてもよろしいと、ね、安全が確認できたら最大でなくてもよいと。63番、移動式クレーンで2の吊り下に労働者を立ち入らせる場合、クレーンの下に人を入れる場合、人を入れる場合、これは複数の2のですね、結束して箱に入れて固定した場合はいいと。この中でね、これ箱に入れてちゃんと固定して吊り上げた場合は下に作業を入れてもいいと。バラバラの状態で移動しているところに人を通しちゃいけないということで、こうよくね、複数のには結束した箱に入れて固定しているような場合を吊り下げるときは人を通してもいいと。ちょっと注意しておく。ニュー、新しいやつね。はい、それから今度64番、移動柵の設置はですね、交通量の上流から下流に向かって置いていく。で、撤去するときは下流から上流に向かって。ね。ということで、撤去するときはそういうことだ。これは安全のことから考えればすぐ分かるな。置くときは上から。撤去するときは下からと、こういうな、これは当然のことですね。それから65番、元請け会社は下請け会社に区域地区を貸し出すとき、元請け会社は作業機械、設備の計画を行う、ね、これをもとに下請け会社が作業計画を、作業計画は下請けがやるんだけども、設備の配置計画は元請けがやるよと、これ正しい、ね。それから66番、ね、事業者が作業主任者を選任して、作業の開始の浮き石、それから亀裂、湧水、の変化を点検させた。作業主任者は点検しねえんだよ、ね、ということで、ちょっと図面見てみようか。そうするとですね、作業主任者は何をするかというと、直接作業を、まあ、指揮する、それから不良品を除去すること、それから安全棒と保護棒をこのちゃんと被ってるかどうか、あるいは安全帯ちゃんとしてるかどうかということを監視することだからね。だから点検はしないよ、図面書かないよ、まあ、これはちょっと整理しようね。では続いて67番いきましょう。そしたら下水道工事において、ね、関連作業における作業員の退避口は現場の下流側の人口になるように、定めた。上流に避難口を設けちゃいけない。水が上から来るんだからね、できるだけ下の方に避難口を設けなきゃいけないよということで、下流側に設ける、これ正しい。それから道路に接する橋の受け材はこう井桁に組んでですね、そして相互にボルトで固定止める。だから道路に沿ってですね、桁を置いちゃいけませんよと、井桁に組んでちゃんとやってくださいよということな。しっかりと基礎を組んで組み上げて、しっかりボルトで固定してくださいと。よくこれ橋が道路側に転倒してね、事故は昔起きましたので、こういうことが言われてるわけです。69番、アーク溶接作業を行うときはその従事者は安全衛生か特別な教育が必要である。で、これはね、ガス溶接は技能講習が必要、これ覚えておいて、よく試験出るんだ。アーク溶接は特別の教育を送ればいいと、修了者から。ガス溶接は、これはガス溶接は技能講習が必要ですよね、この区別。アーク溶接は特別教育が修了したら工事が溶接していいと、ガス溶接は技能講習を修了したと思わないと行わせてはいけない、まあ、こういったような違いがあるので、ちょっとこれもですね、図面を見ておきましょう。図21なんだけどね。そうするとこれ、例えば1トン未満のね、例えばクレーンのね、吊り上げの業務、これは、ね、特別教育だ。ところが1トン以上になったら技能講習なんだよね。また玉掛け業務においても1トン以上だったらこれはですね、技能講習で、1トン未満だったら特別教育。そういった特別教育と技能講習の区別をしっかりつけておくというところだな。さっき言ったようにガス溶接は技能講習で、アーク溶接は特別教育、玉掛けとかその合わせて、ね、整理しておくね、というところがポイントになります。じゃあ続いて70番いきましょうね。削管機などの特定業務に従事するその労働者はね、これバーッとバイブレードかかるからね、振動するから、そういった時のですね、台東業務の配置展開さんに際して、まあ、健康診断を行うんだよ。これ6ヶ月、普通は1年なんだよな。だこういうような有害な業務に就く人は大体健康診断6ヶ月以内に行わなきゃいけないね。これは違う、普通の人は1年だけど、有害な業については1年、1年、普通は1年、それは6ヶ月になる、これは注意してね。それから次71番、斜面の掘削において、のり面方向にですね、岩の目がある、流れ、これは流れ板で、岩の目の方、流れ板、落石の危険があるので、落石防止策を設けて、切り落とすと、流れ板の逆目の場合を受け板というと、これ何がちょっとね、こんな図になってるんだよ、山があるでしょ、山にこう、設備がこう入ってるんだよ、ね。こっち側で掘るとさ、ダダーッと流れてくるんですね。あとこっち側掘るとこうなってるからさ、受け板の場合は別にその柵いらないんで、これはこっち側やるときは下落ちるから、こういうところに柵を作らないといけない、こっちが柵いらない、そういうことだ。だから
受け板は受け板側を掘るときは柵をいらないけど、流れ板を掘るときは柵をいるよと、こういうようなあの工事上の管理を理解しておこうと、こういうわけかな。だから続いて今度はですね、72番ね、酸素濃度は 18%、 これは試験なんだよな、18歳未満の時は防毒マスクを使用させてはならない。酸欠の状態ではね、防毒マスクはつけさせてはいけませんよと、まあそういうことだな。それから次に173番ね、今度はここから、ね、品質管理なんです。ここから品質管理ね。品質管理でですね、まず品質管理計画、品質管理の計画実施検討書と4つあるんだな、品質管理で。こいつその時の計画の手順はね、品質特性を決めて、品質標準を決めて、作業標準を決めるという順番で決めて、この順番よく試験でんだよ。ちょっと図見とこうか。そうすると図のところでちょっとピンクのところで書いてんな。まず品質特性って何かというと、これスランプ、例えばコンクリートとスランプのことなんだ。で品質標準って何かというと、10センチで決めたプラスマイナス 2.5 センチという、このプラスマイナス 2.5 という値が品質のこの標準というわけだ。だ10センチプラスマイナス 2.5、ね、で作業標準は何かというと、例えば単位水量とか単位セメント量とか単位骨材量、これを決めて調合ですね、配合設計を決めることを言うわけだな。だからこれが計画だな。だから普通計画図特性値スランプを決めたり、作業品質標準を決めたり、作業標準を決定する、この3つを計画というわけだな。だから計画、特に品質計画という時に、品質特性、品質標準、作業標準、これをちゃんと理解しておこう。70番、酸素欠乏症はですね、空気中の酸素濃度18未満の状態で、まあ、硫化水素の、これは 10ppm、ね、100万分の10の超えた状態になることを言うと、まあ、普通のまあ酸欠ぐらいしか出てきませんので 18% これを打てばね、だから 10ppm、ね、硫化水素は 10ppm です、ね、ということです。それから75番、ね、壊れた防護柵、これは不安全な状態ですね。だから安全確認をしないで運転するのこと、これ不安全な、これは行動、ね、ということで、壊れた防護柵は不安全な状態といい、安全を確認して運転することは不安全な行動であるということで、不安全な行動と不安全な状態をなくすことが安全管理であるということだな。ということで、これちょっと逆になってるんで、これ×ですよ。76番は締め、これここからですね、まだ品質が出てくる。そうするとですね、締め固め度、含水量、プルフローリング、沈下量、これは品質管理項目で、厚さとか基準高さとか幅とか平坦性、これは出来型管理と、出来型という。だから品質と出来型、品質は締め固め度とか含水量とか、こっちが寸法、出来型っていうのは寸法、幅とか平ね、それから基準高さとかさ、厚さとか。だから寸法関係は出来型。それから77番、マネジメントアプローチではですね、プロセスを一本のシステムとして構築することで効率が高まる。だから複数は管理できないでしょ。だから普通はマネジメントのアプローチというのは一つだけ、一本にプロセスを固めてそれを管理していくと、複数はできません。それから次にマネジメントシステムというのは要求事項の中に製品に関する項目は、まあ、安全でも何でもいいんだけど項目は含まれて、いますよ。マネジメントシステムって何かって言ったら、これ品質管理のですね、 ISO の基準によると、これ改善能力、企業の改善能力があるかどうかということを管理する。要するに企業改善できるか、常に新しいことを考えてどんどんいくかということなんです。別にこれ製品の量費を判定することこんなことないんです。生産するシステムです。システムを製造するプロセスがちゃんとしてるかどうかということを判定するものであって、製品とは関係ない、ね、ということで生産システムそのものであるということだ。その量比を決めているわけです。76番、コンクリートの非売の深さを調べるのは、これ断性波による超音波に、用いると。で電磁波は、まあ、利用できないということで、電磁波を使うときは鉄筋の寸法だとかそういうのを調べたりね、空き家いくらあるかとかそういうことは調べられます。それからひび割れだから断性波を使うな、男性は使う。それから次に80番のところで、品質特性はその効果を早期に判定できるものでなきゃいけない。早期、ここだよね。だから品質特性は早く、スランプなんかほら測ったらさ、固まる前に分かるじゃない、柔らかいかどうか。だからそういったもので入れればいいわけだ。だから早く分かるやつは品質特性として
あの終わってから決まっても意味ないわけ。だから早期に分かるということは工事する前に分からなきゃいけない、いいかどうかをね。ということで早期に分かる。品質特性を選ぶのはだから、スランプのようなものを選べばいいと。これな。だからアスファルト混合物のアスファルト量を求める試験、これは進入度試験じゃなくて、これ回したら安定度試験ですね。アスファルトの基準の回したら安定度試験と言いますよというわけですね。それから次に82番、ウェンケルマンビームは露晶や露板の沈下量を求めることが、まあ、できるわけだな。じゃあこれウェンケルマンビームではどんなもんかってちょっとこれ、想像つかないんでちょっと図面でちょっと見ておこうか。そうするとベンケルマンビームっていうのは、どういうのかというと、車輪がタイヤがあってさ、でその中にビームがこう書いてある。そのビームって何かって針だな、要するにな、ピンクで書いてあるな。そのピンクのところにあってタイヤがぐるぐるっと動いた時にそこの、点の沈下量ずっと走らせてそこにタイヤが来た時にどんだけ沈むかという、そういうふうな沈下量を測定する針のことを、これをそのここでいういわゆる、ベンケルマンビームと、ビームって針のこと、ビームは針のことね。ベンケルマンというのはこういうの名前だから、そういうふうにして、ロバンとかロショウのたわみを測りますよっていうな。で測定器なんだよ、要するになということです。それからレディムスコンクリートの骨材としてはこれ M とか L は使えない。これは必ずはい H だな、再生骨材は H を使わなきゃいけませんよというわけだな。それから次に受け入れ検査でスランプが12センチの時は許容差はプラスマイナス 2.8 から18の時は許容差はプラスマイナス 2.5、 これ覚えておかなくちゃいけないね。それから舗装のですね、摩擦抵抗は回転滑り式抵抗測定器を用いて測定した。だからこれはこういうもので測定しますよと、滑り抵抗だな、しますよ。それから86番ね、流度調整ロバーの締め固める品質特性としてはですね、修正 CBR 試験、これはですね、RI 計器とか、それから砂地管法ですからね、このね、だからこういう流度調整ロバーの締め固め度を調べるのはですね、RI 計器を使ったり、あるいは RI 計器を使ったり、砂地管法によって求める締め固め試験をやるんだな。だからこれは、こういう試験はやりませんよということで、流度調整工法は RI 工法とか、この砂地管法によって求めますよということになります。それから87、プロフローリング試験ではですね、これはタイヤローラーで3回以上、大体25トンのタイヤローラー3回以上こうやって、そして沈下量の状態で荷重車を走らせて沈下を測定すると。こうやってな。それから、88番って、ね、鉄筋の加工後のですね、全長の許容差 L とすると、これ全体で20ミリプラスマイナス20ミリに、以下に範囲に入るように、鉄筋を組み立てなきゃいけませんよと。こうやってな。鉄筋を加工しなきゃいけませんよと。こういうことね。それから89番ね、アスファルト舗装の品質の頻度、これはかなり出ますから、ここはね、この試験の頻度はですね、工期の初期、それから人や材料が変わった時ね、それから工程に異常があった時、この時は必ず試験頻度を増やしてください。そして工事が安定したら元に戻していいと。安定したら元に戻して、だから工事の始め、人が変わった、材料が変わったね、異常があった、その後は必ずですね、試験を回数を増やしてください。そしてその状況を確認しようと。こういうわけね。90番、これもニューですけどね、アスファルトのですね、剥離防止対策で、これは硬いアスファルト、ね、侵入度の40とか60とか、ね、80とか100みたいに柔らかいのつかないということで、硬い使いはアスファルトは剥離しにくくなるよということでね。だから中性化したですね、構造、これあったね、あれにもね、再アルカリ化工法を適用してですね、そして、アルカリ化して鉄筋を下げないようにしようと。こういうのかな。だから鉄筋はですね、エポキシ樹脂をですね、修復するのに、これ覚えておいて。だから93番はですね、流動化するコンクリートは普通コンクリートよりも型枠の底厚が小さいので大きい。だから柔らかいコンクリートは型枠を押し出す力が大きいよ。だからスランプが大きかったり、流動化するコンクリートの底厚は大きくなるよっていうことな。それから続いてですね、脱水処理で薬品による沈殿法は規模が大きい時に、まあ、用いて、小規模の時は、まあ、自然ということで、薬品による時はですね、これは規模大きい方から、小規模の時は自然で勝手に沈下するという方法を使ってくださいと。これじゃあ基準はどんなのかと、ちょっと図面見とこうか。そうするとですね、例えば、
どういうことが問題となってくるかというと、水質悪化防止法の基準があってね、でここではポイントとしてですね、一般に出てくる pH、それからSS、ね、それからノルマルヘキサン、この3つがね、大体基準なんです。まあ、BOD とかCOD とやるようなところもありますけども、まあ、基本的には pH と SS とノルマルヘキサン、この3つをですね、まあ、管理するというのが、これは土木工事の、まあ、普通の状態ですね、そういうものを確保して下水に流してあげると、まあ、こういうことになるわけですね。それから次に、リバウンド法による圧縮強度の推定は、要するに測定面に直角に保持して一気に押し込む、一気に押し込んだらね、数値変わっちゃうので、ゆっくりと押し込む、ね、ゆっくり押し込んで、コンクリートの強度を推定するということな、テストハンマーなんて言ったりします。ゆっくり押し込む。それから96番、コンクリートの圧縮強度は弾性波を利用して測定するか、反発を、さっき言ったね、リバウンド法で反発を利用して測定する、これ正しい。これの場合、ひび割れも測定できるからね。それから、97番、ね、今度はですね、最初に、立案した計画は最適計画であるので、設計変更があっても計画を変更してはならない、そういうことないんだよ。計画は必ず状況に応じて変更させると、それがですね、管理の基準だから、計画は変更されるために立てられるみたいなもんですから、いいですか。ただ設計変更があったら必ず計画も変更しなきゃいけませんよ、ということですね。だから住民の説明会で工事の開始後、できるだけ早期に目的や工事の説明を、これ開始後じゃないね、開始前にちゃんとそういうことやっておかなくちゃいけない、ね、開始前、まあ、常識的に読んでもらえば分かるわな。だから工事騒音の苦情を受けた際に、その目標値以下であった、例えば振動が 85dB 以下であった、だからもう住民に説明しなかったと、対応しなかったと、それはダメだ、一応基準の中であってもちゃんと対応、丁寧に対応してくださいと、まあ、常識的ですね。それから対象建設工事ね、元請け業者は最新原価の完了後に、この旨をですね、発注者に報告をしなきゃいけませんよと、ね、これは元請け業者というのは、だから、自分が計画を立案するんだ、そしてこれは発注者が届けてんだからな、届け出た工事で完了した、そしてその廃棄物を完了したら、発注者にこんだけ経費もかかり、こうなりましたということを報告しなきゃいけませんよ、これ正しいね。それから101番のところ、この安定型処分場では、木くずや鉄くずを処理できる。安定型のところでは、木くずはできない。これ管理型でないといけないんだ。ちょっと見とこうか。そうすると図面の方を見てみると、その最終処分するところをですね、安定型と管理型と遮断型とあるんだ。安定型というのはね、プラスチックとか鉄くずとかガラスくずみたいな、雨が降ってもですね、特にその地下水に悪いことしないやつ。それを入れることができる。ところが紙くずとか木くずは管理型に入れるんだよ。なぜかというと、雨が降るとですね、濡れるとですね、これは中に溶けた PCB だとか塗料だとか、いろんなその印刷物のあれだとか、木だとかね、防腐剤とか出てくるわけ。そっち地下水汚染する恐れ。そういうので木くず、紙くずは必ず管理型に、試験はここで出てくる、管理型。で、もう一つ遮断型ってあるんだけど、これはですね、最初から有害な物質が入ってるもん。だからこれは有害物質が入ってるものは、これは当然遮断型に入れると、まあ、3つあるんだということで、特にポイントとしては紙くず、木くずは管理型、これをちゃんと覚えておこうね、ということで木くずは、紙くずは管理型に入れようと。102番、解体工事を営もうとするときは、これはですね、都道府県の登録を受けなければならない。全員受けんじゃなくて、土木工事業者とか建築工事業者とか飛び土木工事業者、この人はですね、別に登録を受けなくたって、もともと解体工事業ができるわけですね。だからそれ以外の人は都道府県知事の登録を受けなければ、仕事を受けることはできませんよと、こう決まってるんだ。だから、土木とか建築とか土工事関係の人は別に届けでは特に、いらないということだな。だから103番、廃棄物の保管数量はこれどのぐらいかというと、1日の所有量は28倍、これを超えないようにしようと、保管する場合はね。だから104番、対象建設工事から発注する特定建設材を適正処理するため、発注者は工事の着手7日前までにね、解体の概要を都道府県知事に届け出をします。対象建設工事、誰が届けるかというと、これ発注者が届ける、重要なところだな。発注者が届けてるんだよ、これ工事する元国が届けてるんじゃないよね。対象建設工事の場合は、発注者が7日前までに都道府県知事に届け出をします。
計画を立案するのは元請け業者だけどね、届け出るのは発注者だ。この方々はよく試験で注意しよう。105番ね、排出事業者はですね、産業廃棄物を運搬を委託するときは産業廃棄物管理マニフェストをですね、運搬業者に交付しなければ、交付するときは必ず手渡すっておかしいけども、廃棄物と交換して、廃棄物とマニフェストを交換してやるんですよということだな。後で渡しちゃいけない、まあ、その辺りはよくこの試験に出てまいります。まあ、以上でね、大変長いこと説明いたしましたけども、これだけのまだまだしっかりやっていただければ合格できると思いますので、ちょっと合格を記念しております。それではこれで私の説明を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。